明けましたおともオンにしました。始まる、青く新マップも始まる、やったぜ。ついにこの日が来ましたね。はい、来ました。はい、楽しみにしてました。やったー、今回新マップで出たら。あ、すいません。やる気満々だな。違います、あのしゃがもうと思ったらコントロールが殴るボタンで、すいません、すいません。いいってことよ、うん、すいません、すいません、ちょっとコントロールがまだ慣れてなくて、すいません。あ、今日はねこの3人でとりあえずまずは新マップで初めて見る回です。わー、はい、やったー、背中がでっかいぜ、アキ先輩。ねえ、もう助かりやす。え、でも背中見えてないっすけどね。ちょっとまだね、ノエルが合流できてないということでね。そうだね、ノエルちゃんも、ま、これ探しに行くと、はい、迷子になる説があるから、ちょっとここで待ちつつ、はい、うんうん、先に、じゃあスバルちゃんと一緒にちょっと石とか拾っとくか、うん。はい、あ、その前に隊長、スバル、今日何をするのかを聞きたいです。あとマップの違いも聞きたい。確かに、okay、それではメキロゼが解説しよう。はいはい、はい、ロストアイランドのマップは最初にやったラグナロクのマップに近いマップになっております。おってことは簡単ってことですか？いえ、違います。違うの何？簡単じゃない。アークに安全で簡単なところなどないのだ。確かにスバルはここにリスポンして一度殺されている。よくわからない恐竜に殺された。そう、安全なところなどない。でもその代わりこう洞窟とかこうちょっとした謎解きもありつつのような迷宮みたいなところが結構たくさんある感じになってます。なるほど。はい、あとはね、迷宮、そう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 、迷宮なので、まあね、誰かが犠牲になりながらも誰かがゴールにたどり着ければいいみたいな。え、死ぬこと確定なの？この人やべ、そのことないよ、言ったんじゃないよ、やだー。はい、先輩、この位置からならもう急所殴れちゃうんで、言葉には気をつけた方がいいですよ。あれ、殺意が高えよ。はい、で、ちょうどね、今、はい、スバルちゃんとムキロゼの視点から見える塔があるのがわかるかい？あれですか？塔があるんすね。そう、あります。多分ノエルちゃんもね、もうすぐね、見えてくると思う。見える。ちょっとね、肉食恐竜っぽいのがうろついていまして、ひよってますが、ちょっと向かっていきたい。え、待って、え、どこでしたっけ、場所、ちなみに。ね、縦が28ぐらい、はい、28、こっちか。うんうん、で、横もちょうど縦線のところぐらいかな。そうだ、スバル20の縦線。じゃあここにこう行ったら、え、海じゃないですか？海のね、あのね、うん、海岸みたいなところの岩の上にいる。なんかくぼんでるところだね。そうそう、なんかね、あの半島、言ったじゃん、あの長州みたいな口みたいな、なんかところにいる。ここかな、口、もうちょいこっちかの岩の上におるぞ。待つ。ほう、ここにて待つ。約束の地で。なんか分かった。もうちょいそれっぽい感じがしたんで、こっちだな。うん、行くぞ、はい、走るぜ。走る走る。俺たち。気をつけろ、この辺マジで急に骨折させてくる恐竜いるからな。結構恐竜。ね、あ、スバル先輩の多分、いや待って、いやいるいる。あ、どこ？スバル先輩が多分死んだんだろうなってとこが。あ、そう。荷物が、荷物がちょいちょい置いてある。やめるんだ、それは。そこはマジ危ないぞ。じゃあそこから逃げての、ここか、ドードーとかがおる。ドードーとかおる。行き過ぎか。でもドードーはね、多分その辺によくいる。あ、待って、いた。あ、先輩、あのちっちゃいやからです。あ、いたいたいた。どこだ？あ、あっち、あ、飛んだ飛んだ、わかった。あ、いたいた、めぐり合えた、めぐり合えた。ちょっとやばい、血出てます、血出てます、ちょっとやばい、やばい、血出てます、なる、ちょっと。いたー、やったー、めぐり合えた、やめぐり合えたー。キロセ、でけー。みんな、ダイナマイト。
ね。でかいな。大胸筋がやべえよ。つまりこの二人の子供みたいになっちゃってるじゃんこれ。ほんまや。特徴的に二の腕とかバキバキにすればよかったくそ。せよ。まあね、こうやって集合まあできてる時点でも優秀です。はい、やったー。超優秀。よし。そしたら、はい、まず今日目指すことは、はい。はい。あの謎の塔がね、ちょっとここからだと見にくいんだけど、はい、よいしょ、こっちの方から、はい、見てもらうとね、先生もう動きがこなれすぎて、この塔の重さみたいになってます。こっちだこっち。先生もうそんな軽やかなジャンプできないっすよ。え、なんかついてきてる。え、なにこいつ、やべえ、きれい。ちょっと待って、なにこれ。大丈夫大丈夫。お前ついてきてるぞ。あこれ見てこれね。大丈夫。え大丈夫。そいつは敵じゃない。これね、これね、団員さんなの。名前つけたんだ。そう。あ、これは。すいません。完全に敵だと思い込んでいました。うわー。こいつはね。名前でしょ。みんなにも、ズバル先輩はあれか。ちょっと一回死んじゃったからあれかもしれんけど、なんかね、最初についてきたんだよ、これ。おい、マジかよ。スバルの、スバトもどっかにいるってこと、この世の。あ、いるはずだよね。でもついてるはずだな。やばい、置いてきちゃった。はい、いや荷物あれかな。え、取りに行く。なんか落ちてたよ。大丈夫大丈夫。それはね、なんかスキンでついてくるやつだから。あ、大丈夫か。うん、死んだら毎回ついてくるかも。あ、なるほどね。オッケーオッケー。そうそう。で、こっからね、見えるあの塔をまずは、あれか、何かテイムして目指して見ようかなと。はい、おー、いいねいいね。よし、その前にあのリスポーン地点みたいなの作っていいっすか。リスポーン地点の作り方がもうわかると。おお、リスポーン地点、もうすごい。セーブチェーンのスバルから言わせればリスポーン地点は何よりも大事。ノエル、木を殴るぞ。オッケー。うおー、殴る、これが原始の世界。オラ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 まあちょっと早速ね、もう殴って原始生活始めたんだけど、はい、その前にね、ちょっとトライブ注文を、あ、はい、作ってみようかな。そうすると、はい、同じね、経験値を共有できたり、こう作ったものを一緒にね、共有できるように。なるほど。あ、ほいほいほい。あ、トライブこうして、うん、あ、来た。パパママ、トライブください。でもトライブが無機能性になってた。ちょっと名前つけた覚えないんだけど。え、ムキロゼじゃまずいですか。いや、あの、みんなが入りやすいやつにしたかったんだけど。オッケーオッケー。まあまあまあ、これは後で変更するとして。参加したぜ。あ、じゃあ入ります、ムキロゼで。はい、今日から家族だ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 。あ、いけたかも。お、オッケーオッケー。そしたら名前がね、なんか緑で表示できるようになるんだけど、 H キーをちょっと押してみて。 H キー、うん、そうすると名前が出てくるかな。ほうほうほう、表示される。うん、時間が出て、あ、出てきた、出てきました、出てきた。トライブ向きドロゼ、トライブ神々じゃないか。お願いします。ロゼレベル1、うん、おー、スバルレベル9、 OK、 見えてます。はい、いいねいいね。みんなじゃあレベルの上げ方とかもう分かってる感じだね。あき先輩、もうやってますよ、さすがに。いやさあ、素晴らしい、君たちは素晴らしいぞ。たださっき殴った木がどっか行きましたね。そんなことある。嘘。どこ行った、これ取れてんのか。愛を押してもらうと、愛を押してもらうと、なんかね、インベントリーっていうところが開けるんだけど。すげー、出てきた。そうそう、そこにある。 ありました。なにこれ。よし、なんか、うん、アニメシリーズコスチューム、パラサウロロフスが。それはアークからのサービススキンや。あ、サービススキンか。ありがとう、アーク。使うな。Thank you、アーク。
アークに感謝を捧げながら木を殴るんだ。びっくりした、恐竜かと思ったらノエルだった。なんちょっせや、びっくりしたよマジで。空腹がやばすぎてもうベリーを狩る、うん、あ、そうそう、ベリーってどっから手に入れるんだっけ。いい、ね、この草っぱなんかちょっと変わった草っぱから、そう、ね、F 字でいいかな、あ、いいか、うん、なんちょっせ、そうだ、変えたんだ、あ、なるほど、操作を、あ、ほんとだほんとだ、殴ってたずっと一人で、よしよしよし、そうそう、待って、ムキロテがなんかパンチが繰り出せなくなって、ちょっと設定を一回見ていいかな。はい、はい、よいしょ、なんかレベルアップした、音怖え、いいね、あ、やばくな、ビビるよね、レベルアップのやつ、何事かと、ドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン、あれ、なんでだ、パンチが出ない、やばい、アキ先輩のパンチが封じられてしまった。終わりだ、うちら、まずいまずい、終わりだ。ムキロゼのパンチが出せないなと、やばいよ、アキ先輩、それヌエさん、かわいい、死にお、やばい、なんか食べると眠くなるベリーな食べちゃった、なんか色彩がおかしい、どうしよう。やばい、アキ先輩、何を食べたの。え、なんか黒色のベリー食べました。あー、そしたら白色のベリーを、あ、も食べれないか、うんうん、持ってる、白なんか2種類あります。これが気絶死が回復、スティムベリーっていうやつを食べる、食べました。そうすると目が覚めるかな。おお、なるほど、黒と白でね、オッケー、アキ先輩すげえ、いや、さすがだな、プロ。まあ、伊達にね、無人島生き抜いてないよ、確かに。アキ先輩専用無人島あるんですよね。あるある。専用あのー、秋先輩専用無人島がポケットマネーでね、ムキロゼのポケット島があるんだ。すげえ。よいしょ、肉を焼きたいな、よいしょ、もう肉も持っている、素晴らしい、肉、どうやって肉を手に入れたんだ。うはは、さっき堂々をね、買ってきたんだよ。わー、やってんね、もう焚き火まで作ってあるぞ。え、スバルが火つける、あ、やべ、火つけた、あ、熱い、助かる。火のつき方がわからない。いいね、素晴らしい、すごい、やった、いいね、よっしゃ、肉食べよう、肉、うん、素晴らしい、これこう、すごい、ノエル、なんかお前持ってるじゃん、いいでしょ、ピッケルもね、作れちゃうんすよ。おい、待て、全く記憶が蘇らない、こんなにやっているのに。ベッドってどうやって作るんだっけ。ね、ベッドには革が必要なんだけど、まずエングラムを解放しなければならないだね。いや、じゃあこれ一回死んだらバラバラになる説ってことですよね。一回死んだらバラバラになる、そうだね、みんな離れ離れになっちゃうから。あ、秋先輩のうんち見っけ、あ、ちょっとペーしなさい、ペーしなさい。やだ、秋先輩のうんちお守り持っとくんだ。なんつうものお守りにしてんだ。強そう、守りの、やだやだ。よっしゃ、ベッド、まだまだレベルがいるのか。ね、寝袋とかはあるんだけどね。やばい、雨降ってきた、クソ寒そう、どうしよう。今でもレベル7でもベッドがね、作れるはずだから、みんなもう7、いけるんじゃないかな。あ、ほんとシンプルなベッド、そうそうそう、テングラムベッド、これだ、開放、画面が暗くなってきたから、あ、40もいるのか、明るく、うん、オッケーし、じゃあちょっと革を調達したいから、はい、一旦その革を調達するための槍を作るか。わかりました、はい、よし、槍を、槍か、これか、槍、これだ、わ、懐かしい、やってた、懐かしいね、確かに、槍打ち石だから、火打ち石がない、拳でやるしかない。拳で火打ちし、無理だろ、どこにどいてるっけ、石を拾う、石を、あ、石を拾う、拾える石があったんだ、この辺に落ちてる、石ください、アキ先輩が石拾うの上手すぎて、石がやばい、マリオカートのコインみたいな、上手いやつが、奪い合いだ、石の、石の奪い合いだ、いいのか、よいしょ、よし、これでピッケルを作る、よし、すごい、生き物がいない、今安全だ、今のうちだ、今のうちだ、よし、じゃあピッケル作ったらピッケルで石を叩くんだ、はい、ここを叩け、
叩くぞ、はい、よいしょ。あ、どこ行った？失敗。ここダメだな。ここか。うん、これいける。おら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 。石業者。表。寒い。寒い、重たい。死ぬ。やばいやばい、なんか氷が溶けてるマークが出てる。これやばいんじゃないっけ、ちょっと。それはね、焚き火の近くに落ちてます。やばいやばいやばい。あ、ぬくい。ぬくいで。あ、重い。ちょっと秋先輩やばいです、パソコンがかつてない音を立て続けてます、うん、ちょっとそっちの戦いもあるから気をつけないと、クエーみたいな、なんかすごい苦しんでる苦しいね、頑張ってる、パソコン頑張れ、頑張れ、これでも落としたんだ、画質を頑張れパソコンいや、きっと大丈夫だ、いっぱい取ってきた、おお、そしたら槍がね、もう作れるはず、やり、なんでこんなに拾ったのに火打ち石が一つもないんだ、これそんなことって、よしよしよし、ゾンビ F できた、あ、ナイス、そしたらちょっと石とか持ってると重いからこの辺にできないのかな、あ、できた、ここの収納箱に、すげえ文化的すぎる、わー、助かる、うんちも入れる、うんちは入れなくていい、つまり石51個持ってた、それは重い、石持ち、これもあげる、よし、これも、ご飯、ベリーを食べて、はい、上をしのぎつつ、はいはい、はい、腐った肉も入れた、うん、すごい、肉どうやって取ったん、かっけえ、スバルも肉取りてえよ、でも槍とかゲットしたらもう簡単っすよ、あ、もうマジでひたすらにもうやるやるぞ、ピッ、おいよおうおうおうすげえ、スバルも槍持ちて、あ、槍作っ、ね、火打ち石があればね、もう作れると思うんですけど、そうだ、スバル火打ち石を作らないといけない、これを、あ、装備して、うんうん、オッケー、じゃあスバルは、お、とりあえず一旦これでいきます、オッケー、でもそれで素材揃ってんじゃないか、あ、これね、こうして、で、こうして、エングラムを解放して、あ、できた、うんうん、あ、できた、増えた、いいね、よし、じゃあドードーかなんか弱いやつを狩りに行こう、はい、行こうぞ、弱肉強食、弱肉強食、弱いままいじめだー、行けー、言葉パパ弱くない、少し弱いやつ、みんなでこれ強くない、大丈夫、みんなならいける、いけるいける、おらいけいけ、誰が誰だか分かる、やばいあ、すげーい、45レベル、お、いいねいいね、やったぞ、もう一匹ぐらいいくか、よし、敵だ、行こう、行くぜ、ちなみにこれみんなにね、当たってるようにこうやって思えるんだけど、当たらないようなね、うん、フレンドリーファイヤーが無効になってるので、うん、安心して槍をついて大丈夫、それは安心だ、こっちから見たら血まみれだけど違うの大丈夫、なるほどなるほど、オーケー、よし、じゃあ安心して、はい、そう、よし、いるかな、いるかな、行くぞ、スススー、誰でもかかってこいや、やばい、急にめちゃ強気じゃん槍を手にしたから人類はね、一歩進化してるからね、あ、ここドードーの集まりじゃん、いるいる、あ、うん、いいね、いけやれ、やれ、うわうわ、いいね、ちょっとやっぱり同族として失礼します、どうぞ、うんち拾うぜ、うんち拾う係、無キロ性のうんちだらけになるよ、サバルちゃんの、確かに、大丈夫です、堂々のうんちも拾ってるんで、こいつはいけるんですか、お、行ってみてもいいよ、行っちゃえ、えい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 でしょ、うおー、えい、うおー、えい、青春だな、なんかこいつ逃げます、こいつ逃げます、足早いな、足早すぎるこいつ、なんだっけ、なんか捕まえることあったんじゃないっけ、ちょっとあるあるあるよ、おい、誰も来てない
ゃないですか。嘘でしょ。やばい、終われてる終われてる。もうこやつらも全然もうほんといいね、怖くないからね。怖いよ、やばい、死んじゃう。死ぬ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 。まず食えるか食えないかね。食えるか食えないか大事な判断だからな、生きる上で。これはうんちこれはうんちは食べれねえな。あれ、スバルのスバルの作った槍消えた。レベルが高いかね。だ結構ね、すぐ壊れるんだよ、槍は。そうなんだ。そうそうそう。あ、もうちょっとだ。団長も結構きつくなってきたな。ほら半分になって、一瞬失礼。145レベル、もうほぼマックスに近いやつだ、こいつ。強強。やべ、ムキロでも。スバルもいけ。任せろ。俺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 。よっしゃー。やったねー。やりましたー。やばい、アキ先輩が膝ついてるともういよいよやばいんだなっていう気がする。やばい。終わりだー。うちら終わりだ。本気出してくれて、いや、いいねー。いいよ、ちょっと離れすぎたから戻るか。あ、よし、ここら辺、はいで箱に入れときやす、うん、向こうのね。オッケー。でもちょうどこれで皮も肉も手に入ったかな。食料を作ってベッドだ。ベッド、ベッド来るぞ。安心じゃ。よしよし。いいね、だいぶ順調、順お部長だよ。やった、なんか敵なしな気がする。もう何にでも勝てる気がするぜ、うん、それフラグではノエルさん、それフラグではやばい、ここにもいるぞ。あ、ここにもいるぞ。言えない、やばいやばい、ちょっとどこかれる。あうやばい、半分ちょっと待って、腹減りすぎてつまり何もできない。ちょっと待ってやばい、余計なものに手を出してしまった。どうやって、どうやってこれは。あ、こっちだ。まず食べなきゃ。そう、まずは体力を回復して。まずは体力を回復するんだ。死なないようにするんだ。これどうやってか、こうするか。やべやべ。いいボタンで草から軽いんや。いや、あ、先輩待ってください。あー、先輩145レベル。やばい、これやばい。うおー、ご飯食べるよ。ご飯を食べるぜ。やべ、拾いたいが、あー、拾いたい、動けない、動けない、やばいやばい、なんかゲロ吐いてる、ゲロ吐いてる、やばい、誰か骨折れた、骨折れた、骨折れた、ちょっと、いや、あー、悪してんなー。いや、悪してんなーじゃないぞ。これでまた、またまず偽ポーンが、よいしょ。さっきのところを目指すか。え、これリスポーンってエンターですか、これ、うん、これ選択して、うん、真ん中のリスポーンランダムっていうところを押せば大丈夫。あ、ランダムでいいの。これランダムだとこのマップの全てにならないですか。右のスポーン地点を1個選択して、一番上を選択して。あ、そうそうそう、そうそう、で、その中でランダムってことになる。きた、これがアークだ、これがアークだ。ちょっともう何にでも勝てる気がしたんだ。完全にフラグだった。やべ、急い、なんか出ちまった。なんか全体って表示どうすんだ、うん、え、なんか上にね、上じゃない、うん、下になんか変なコマンドが出ちまった。全体とか自動非表示みたいな、どう斜めだろう、よいしょ。画面共有したら、うん、よいしょ、画面共有します。はい、よいしょよいしょ、スバルも見よう、させていただきます、うん、なんかこれどうや、何のコマンドなんだ、よいしょ、もしかしてスナーさんの方が知ってるかもしんね。アキ先輩という最強のコマンダーがいるからな、ね、いや、アークおじさんたち強いからね。確かに、アキ先輩のとこのアークおじさん最強そう。うん、あ、戻れたよね。よし、エンター、違うの、あ、チャット画面みたいなことか、エンターだ。ちょっと何のこう、なんか自動非表示有効みたいな、なんじゃ自動非表示有効、消えた、大丈夫だ、
やった、ありがとうございます。よかった、よかった。じゃあ行くぞ、行くぞ。よし、暗さを戻し行くぞ。みんな、あそこに戻れそうか。このなんか紫のやばい、攻撃を受けてます。やばいやばいよみんな。こっちどこにいる。いや、今から最初の岩経由して死んだところに戻ります。あ、オッケーオッケー。よーし、遅い。あー、火がついてるのが見える、文明の明かりを。寒い寒い。よし、トリケラトプス、いけいけ。トリケラトプス欲しい。あ、いいね。欲しい。あ、よし、今やばい、寒がってる。すげすげ、走れ走れ走れ。やばい、すま末端冷え性だから夜に弱い。早く帰らなきゃやばい、早く火に当たらないと。やばい、うんちしちゃった。プリ。あおい、拾おう。うんち拾って、おいて。うんち拾って、拾って、入れとこ。もうどうしようもなくなったら、うんち食べてもいいよ。あ、やっ、マジかよアーク食べれる世界線だから。やべえ、うんち食べれんの。食べれる。やべえ、なんかよ、やばい、なんか、こいつ何、トリケラトプスか、なんか、なんか歩いてる。やめろよ。ほら。避けて。あー、やばい、おじさん置いてきちゃった。気づかない。おじさん置いてきちゃった。気づかないで。ちょっとリストラおじさんがね、いたんだけど、お供に。リストラおじさん。そう、おじさん、おじさんがいたんだけどな、いなくなっちまった。いなくなっちゃった。悲しい。なく、でも出会いと別れ、それもアークなんじゃないんですか。一期一会だ。そういうことだ。そう、便利すぎる。それがアークなんじゃないですかっていうこと。気づいたら負けだよ、それは。うん、なるほどね。よしよしよし。お、あ、ここら辺かな。結構戻ってきたぞ。あ、うんちがあるということは近いの。あうんち警察だ。うんち警察で判断ができる。で、まだあやつおるんよね、145レベの。あー、あやつが。確かに。あ、あったあった、戻ってきたぞ。あ、ここでみんな殺されて。あ、145レベのやついる。やばい、ノエルの友達が、ちょっとノエルの死に方がやばい。ちょっとアーティスティックになってた。アーティスティック。よしよし、やばい、気づかれるかも。あ、あ、ここにプテラがいるぞ。来てます、来てます。170。あー、いやー、いやー、逃げろ。やばい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 。ちょっと待って、これ荷物どうやって回収するんだっけ。荷物はね、スマ、アキ先輩、今のうちにスマが変動勝手に、今のわーって今のうち荷物を回収した、回収した。やばい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 、助けてー。マキさん、助けて、助けて。オッケーオッケー、もう一度助けよ。ちょ、とりあえず荷物を回収する。スマの荷物どこ。あ、もう回収した、ありがとう。オッケーオッケー。うんちだらけだったからすぐ分かったよ。うちだらけの友達。恐ろしい。そしてお肉を焼き、よかった。はあ、ふぅ、大変なことだになった。いや、大変だったね。こっちか。よし、おっしゃ。やばい、パパついてきてる、ついてきてるよ、パパやばいやばい、パパこいつ、スバルたちの罪がに。いや、こんがり肉が入ってるよ。いやいや、そんな取りに行けないっすよ。今のうちに、つまり変動買って、今のうちにゲット。ちょっと怖いや、怖いや。HP 大丈夫っすか、体力。団長も あと半分ある。半分ある、半分ある。団長、全力。怖いや。よしよし、お散歩の時間だぜ。どうしたね、こいつやばい。お散歩じゃねえ、おめえかけろ、ちょっと。ノエル、わあ、なんでだよ、ノエルの方がチッチンがでかい。なんでスバルなんだ、やめろお前。わあスバルちゃん、ちょっと待ってな。あー、間に合わん
危ない危ない。よし次はそいつの皮を取ってやるぜ。目が合っちまってる。目が合っちまってるよ。任せろ。一発殴っちまったから。ハマってやがる。後ろから失礼するぜ。おらおらおら、やだーい。ちょっと待ってな。でもこっからだとね、ここいいぞ。ここでハマってるから、やばい。高いとこで槍とかできんかな。やばいやばい。あ、いいねいいねいいね。岩場に引き寄せてこうやるのは自然の倒し方、プロ。あの、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 追いかけっこ、追いかけっこじゃん。おたワイルド荷物。クリックの音エグ。ちょっと待って。やばい、やばい、何にもねえ。スバルも参戦するぜ。うわー、おらおら、すげーすげー、やべ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 、こっちに来い、やべやべやべ、こっちに来い。なんでスバルなんだよ、なんでスバルなんだ。ちょっとスバルのもうね、やべやべやべ、こいつ強いでしょ、怖いの。おらおら、強いな。やばい、骨折れた、ちょっと帰ります。やめてやめてよ、こっちもないよ。やめて、骨折れた。やめて、いなくなって申し訳ない。やばいやばいやばい、やばい、しょうがないな。しょうがないな。みんなもうまだベッドが1個しかないから、まだリスポンできない。え、そうなの。あ、ごめんなさい、変なとこリスポンしちゃった。大丈夫、あのね、ベッドが1回使うとね、5分だったかな、使えなくなるんだよね。それはダメだ。早く死にたかった。早く死ぬ。それはダメだ。約束の地に集合。いやー、アーク、やばい、生肉食べたら体重が減っちまう。お腹が痛くなっちゃう。もう、地面とか。地面とかすぎる。ちょっとスマイルの、この辺でまた。一からやり直す。この怒りを木にぶつけるんだ。ほら、うん、アイテムね、収納ボックスに入ってるから、はい、槍を作って逆襲だ。やばい、もう、やばい、なんかめっちゃ重たい。なんでこんな重たいんや。あ、でもどっか行ったか、とりあえず拠点にはいなくなった、あやつ。よかった、よかったよ。あいつやべえよ、マジで。あいつやばすぎる。ダメ、こんなとこに三葉虫がいる。三葉虫って何でしたっけ。三葉虫はね、なんか見た目やばいんだけど、素材的には原油とか取れる。あ、ケラチン。あ、これも取れるかな。ケラチン、ケラチンか。キッチン、ケラチン、原油。キッチン、ケラチン、なんか化学の化学で覚える一覧みたいな。そうかな。いいね、ここで取れるの優しいの。ああ、なんかキロゼ先輩がすごい神話みたいな死に方。ああ、待って、やめ、まずい。だ、来ちまった。何が、あいつが元に。おい、マジかよ。何気づかせてんだよ。やばい、逃げろ。今行く。あ、でもそう、目の前目の前の、お前こっち来んなよ。どこにいるの。え、あれ、なんかアキラズ先輩を食べに来ただけで、多分すぐ帰ったかも。うん、なるほど、アキラズ先輩逃げてる。そう、アキラズ先輩下に食べてたわ。あ、ほんとだ、逃げてる。なんか、痛い痛い、もう疲れてる、走れね。神話みたい。ほんとだ、なんか神話。あ、やばいやばいやばい、来た来た来た、やばい、もう一回連れてっちゃうわ。よし、これでお腹いっぱいだ。元気いっぱい。元気いっぺーだ。いっぺいっぺ。いいね、いいね。やばい、なんか食べるぜ。あれ、肉どこじゃ、どこじゃ。ちょっと、もうみんなさ、このアニマルスキン入れすぎるから、アニマルスキンでいっぱい。アニマルスキンで捨てて大丈夫。そうだね、うん、捨てよう。よいしょ、あと肉を入れようかな。これを
川をね、あと80枚ぐらい通らないとベッドがあと2つ作れない。大変すぎる。ドンドンがでも確か向こうにいっぱい、え、なんかすごい、なんか戦闘ビジョン、戦闘やめて。え、まあ、大丈夫か。帰っていった、帰っていった、危ないな。ちょっとスバルの死に方がやばいこれ。これね、それも肉にしよう。はい、肉、肉じゃないのか。こうやって腐った肉、違うの。あれちげえの。これもこれもこれもいいな。よいしょだ。オイゲイオイゲイ、よし、いける。あいつ倒しに行きますか。やる気あんまんすね。いいね、そのやる気。ちょっと同じポーズしてる。同じ仲良しかよ。制作中だから。よし、スバルもあと木、万全の備えでいく。おうよ、おうおう。これは岩が取れない、うん、どれが石が取れない。帽子とかもあるのか、スキン。帽子あるんだ、いいな、うん、え、これ着れんのかな。やってみよう。ね、洋服、布の防具を、 あれしないとダメないのか。そう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 、つければいける。なるほどね。スパーも布の防具、布の防具、そう、エングラムをこれを開放してから、あー、はいはい、はい、よし。え、待って、来てる、ちょっと待って、まずいまずいまずい、まずい、やばいやばい、まずいまずい、やばい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 、まずいまずい、やれ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 、逃げて逃げて、もうちょっともうちょっと、逃げてる逃げてる逃げてる、もうちょっとなのか、もうちょっともうちょっと、いけいけー、おらおら、フミちゃんを荒らす、こいつを許すな。おらおら、いる限り夜も眠れねー、夜も眠れねー、やるしかねー、やるかやられるかなんだ。その通りだ。一度粘ったスバルは強いぜ。何度でも血を吸っているからな。死なの怖くない。おら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 、待って、止まっちゃった。やばい、死ぬ。よし、あー、すごい、ナイス、やったぜ、ナイス。やばい、溺れる溺れる、ちょっとどこに、あそこか、危ない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 、こいつは戦利品で宴じゃん。イエーイ、うんじゃうんじゃ、宴じゃん、イエーイ、ナイスナイス。ブルンブルンしとるけど、見回ってる。やばすぎる絵面が。絵面が鬼みてえなことになってる。こいつの肉をやっちまいな。はい、あら、おい、よっしゃー、よっしゃー、来たぜ。よし、じゃあお肉を焼いて、いいんじゃ、バラも肉焼く。焼けたやつ棚に入れるね。ありがとう、よいしょ、ありがとうございます。よし、これでこれ壊して、わあ、お肉もらいます。やりないかな、もうちょっと入れる。はい、うん、これ思っちゃダメなの。そしたら皮を何枚ぐらいみんな取れた。皮は、うん、12枚あります。お、皮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 、全然、あった、42枚あります。すげえ、お、やったぜ。じゃあその40枚あれば1個ベッドが作れるから。あ、じゃあベッド作りやす。おう、はい、そして皮と、アギ先輩、うん、お肉焼いてほしい。なんか焼けなかった。ね、この焚き火の中を、焚き火を、はい、まずわらも、何、バッテン真ん中にして F 押すとインベントリが開けるんだけど、 F を押して、あ、ここにぶち込めばいいのか。そう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 、はい、入れました。あ、ナイスー、あ、どうも。そうだそうだ、思い出してきた、記憶が蘇ってきた。思い出してきたか、野生に帰ってきたぞ。野生に帰ってきた、そうだ、こうだった。こうやって無人島の力がね、知識が体が覚えてくるんだ。都会に染まりすぎてしまっていた。よし、時折帰ってこないと。うん、うん、横にも置け、あ、これ横に置けるか。横にね、置ける。アキ先輩、コメント欄で、うん、ほんとソロじゃなくてよかったって言われてます。わかる、ほんと。もうムキロズ先輩がいることによって、アキ先輩と一緒でよかった。めちゃめちゃ経験値が
助かります。いやでも本当に思ったよりみんなできて、今日ちょっと空飛べんじゃないかなって思ってる。やったー、次行こう。空飛べる、飛べるよ、飛べる。はい、あの塔まで行けるよ。塔まで行きたい、行こう、行きたいよ。よし、じゃあ余った川入れとこ。うん、あ、いいね。じゃあもう一個ベッドを作って、はい、行きたいから、あと川が22枚ぐらい。うんうん、はい、12枚か。あと1匹倒せばいけるかな。よっしゃー、倒しに行きます。行きますか。よし、行っちゃいますか。おいよ、こっちにも行ってみよう。行っちゃいましょう。第3はどれだ、はい、違うな、これじゃない、これか、第3。よし、ノエル行くぞ。行きます。行きます。行くぞ。アキ先輩なんかポセイドンに見えてきた。なんか槍持ってるし。神じゃんか。おれポセイドン。このザゴメ。あ、いいね、いいね。よっしゃー、いいじゃん。あ、ひみっこ、おら、おら。こうやってできないときね、しゃがんでやるといいよ。あ、なるほど、なるほどね、しゃがみか。そうか。はい、お、よっしゃー。すごい、なんかグーパンで倒してるノエルが。なくなっちまった。なくなった。スバルも参戦するぜ。あー、やおらグーパン最強ね。安心感まである。やっぱ、何でしたっけ、アキ先輩なんか一回ティラノサウルスグーパンでやろうぜ。ちょっとあ、わななしで捕まえようとする、わななしグー縛りみたいな。ほら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 、いいね、原始時代が最高だぜ。ほらほらほら。ノエル、お前マジかよ。ノエルがグーパンでやってるんだと思ったら、お前ちゃんと文明の機器使っとるやないか。だってこっちの方が強いんだもん。確かに。効率を覚えていくことも生きる知恵だからな。そうだよ、なるほどな。鉄器時代だ。よし、行くぜ、行くぜ。これでベッドが3つ、とりあえず帰ってくれる。やったやったやったぜ。よし、よしよしよし、よっしゃー。た、シンプルなベッド、川と繊維。うん、はい、よいしょ。なんか謎解きがあるんでしょ、今回。なんかね、謎解き、あの、迷宮みたいになってて、あるこう条件を満たさないと多分できないとか、ちょっとこう、なんていうのかな、うんうん、アクション要素みたいな。楽しみのがありそう。いいなぁ、いいな、いいなぁ。あーねー、早くやりたい、やりたい、やりたいよ、やりたい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 。よっしゃ、顔入れて。よし、じゃあこれでお肉焼こう。うん、お肉焼いて、肉ももらいつつ、肉を入れて、はい、オッケー。よし、なんかでかい恐竜テープしたい。しよう。いいね。じゃあ、したいしたい。とりあえずそこに、うんうん、あ、でもちょっとね、プテラドドのサドアイテムが、うん、いくつで取れたっけ、うん、これ。アキ先輩なんか回ってるやつあるよ。回ってるやつ、あれし、なんかぐるぐる回ってない。ブルドレ、あっちの塔の根元。あー、なんか光ってるやつ。うん、あれにはね、アークの神からの支給品が落ちてきてる。取りに行っていい？行ってみよっか、じゃあ。行きたい。じゃあご飯と、ご飯を持って、はい、遠足だ。遠足だ、遠足だ、遠足だ。お水も忘れずに飲んでね。あ、そっかそっか、お水がいるんだ。うん、まあ海近いから、海から直飲みで。あ、じゃあ直飲みでいいや。直飲み、野生的でいいね。はい。誰も直飲みなのって文句を言わないところが。直飲み、確かに塩水が効いてる。塩味効いてる。いいね。脱水症状にならない。そういうこと、理にかなっている。理にかなここに。海水飲んでんのやばすぎるか。よし。うん、こっち側に。はい。
はい、行きます。おーい、はい、行くぜ。お散歩だ。お散歩タイム。イエーイ、行くぜ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 。誰にもドゥルルルンドゥルルン。何の曲？お使いじゃないですか。お使い、初めての、初めてのお使いが見られちゃった。これなんだ。あ、これキーか。こっちか。迷宮だからね、もうここが。もう始まってるってことは迷子になっちゃう。いろいろ拾ってこう。迷子スキルがね、強いとね、もう帰ってくれんかもしれん。やばいな。やだ、帰って。スバルもベリー積みながら行こう。ヘンゼルとグレーテルのように。確かに。痕跡を残していこう。痕跡を残していく。あ、でもやっぱプテラノドン、テイムしたいな。たい、いいなー。これサドル作るのに顔が。わー、なんだこいつ。そう、あ、カメ。いいね、こいつ何レベだ。20です。20ならみんな槍があればいけるかな。また死ぬかもしれないけど。いくぞみんな覚悟を決めるんだ。よいしょ、あ、待って、いくぜ。ちょっと待って、ちょっと待ってくれ。やっぱり備えが大事ですか。備えがないとね。待ちますよ。よし、一個備えを。よいしょ。ねえ、奥にでかいやついる。奥？ほら。お、あ、なんかで、うん、首長竜だ。こいつ何レベルだろう。レベルを見よう。レベルって何レベルぐらいだったらやばいの。まあ100超えてたらやばいけど、うん、我らはこの20でも踏み潰されたらすぐ死にそう。え、やばやば、足元痛い、やば。いやでも、ま、こいつ倒したら皮めっちゃ入るし、お肉も手に入るから。いっちゃう、ね、レベルがなんか高すぎて見えねえ。20だったよ。わかんない。あ、20だね。ほんとだ、逃げつつ、行きます。行ってみるか。はい、やるっすね。行くぞ、行くぞ、行け。あ、俺、俺20だからいけるかみたいな。よくわかんない。いけなかったね。いける気がしたんや。あき先輩待とう。ベッドで来れますかい。いや、ベッドがね、今ないから。でもすぐね、追いつく。お、5分の遅延タイム。ちょっとこの間にまたベリーがず、ベリーを継ぐ。肉とかをやっとこ。やっ、え、レベル201だったらしい。20じゃねえじゃん。嘘ねえ。だってノエルを、ノエルを見たじゃん、レベル20って。20だって、見たよ、見た。あれ20だったよね。201だったらしいぞ。嘘、ムキロネ的にも20に見えたけどな。いや、スバルも20に見えた。え、なんかコメ欄もね、20説とね、201説でめっちゃ割れてる。あの、みんなね、認めたくないんだよ。だって20年目にこんな瞬殺されたなんてさ。待って、20びっくりだから、どういうこと。20びっくり。びっくり、なんだびっくりって。20数式の何か。数式のあの、1×2×3×20 ってこと。難しくてよくわからない。ややこしい。とりあえず、まあなんかめっちゃ強かったってことだ。あ、なるほどね。あいつ強すぎた、マジで。難しい。ワンパンな、ほんま笑った。ワンパンやんって。痛かった。つまりの打ちどころが悪かったんかなと思った。ノエルもうわーって。いや、秒だった。秒だったな。いや、危険がね、もうここの森に一歩入ったら危険ってことが。確かに忘れていた。またアニメスキン来てる。ドロップドロップ。捨ててもらって、人間は弱い。人間は弱い、おごってはならん。そうだ。よし、肉入れときやす。ありがとう。はい。ああ、
気絶しちゃったけど申し訳ないが、やる。やべやべ、肉全部出してた、ちょっと。肉全部。秋先輩の分も。やっといてた。ありがてぇ。よし。捨てるもんは捨ててと。皮が、皮と肉が…肉捨てちゃった。ちょっと捨てすぎやろって。すげー勢いですね、初めて。めっちゃ肉拾おう。肉拾って。よいしょ。よし、来たー。あ、来ました。オッケー、来たー。はーい。あー、おかえりー。おかえりー。じゃあ、とりあえず戻って荷物回収 しつつっすか。荷物なんか持ってた、大事なもの。まあ、あんまりはないかな。ない。すぐそのここで多分拾えるものだから。なるほど。うん、いかん。そしたらちょっとプテラノドンを一回テーブルして、うん、頑張って倒せるやつを一匹テーブルするか。はい、はい、オッケー。ちょっとダインの、よし、ダインさんやってた。うん、ボーラっていうアイテムを使えば、うん、まあ、ちっちゃいやつだったらしばらくこう動きを封じられるのね。懐かしすぎる、ボーラ。ボーラ。そうそう、だから縁起なので。夏でしょ。そう、石のこれだ。あったあった、あったあったか。ありました、ボーラ。そう、皮がまたそいつ必要なんよ。皮を取りに行かねば。そう、無限ループって怖いな。無限ループ怖いな。石も拾って、うん、あとね、もう一個ちょっと、よいしょ、コンボ、はい、にしようかな。コンボが、あー、そっか。そう、それでもう殴る、殺せさせるのに。うん、オッケーす。あれ、なんか殺しちゃダメなんですっけ。そうそうそう、殺しちゃいかない。殺したら仲間だ。普通に考えて無理でしょ。どうやって、どうやってテイムするんだっけ。もう忘れちゃった。なんか昏睡状態みたいな感じで。そうだそうだ、気を失わせるんだ。そう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 。なるほどなるほど。よし、よし、いろいろとこれこうして、うん、また準備して。そう、うん、準備は、準備を始めてね。毎回準備から始まるから。そうな、一、はい、からなんだよな。オッケー、オッケー。ボーラ、じゃあコンボもスバルも、うん、コンボ、コンボ、コンボ、これだ。うん、コンボはすぐ作れるから。そうそうそう。なんか何でしたっけ、ベリー食わせて眠らせるやつは装飾だけでしたっけ。そうだね、そう、うん、テイムするのは、うん、中に入ってそうだ、ね、そうだ、草食動物は好きなベリーをあげなきゃいけないんだ。あー、で、黒いナルコベリーはの気絶値をなんかあげる、うんうん、もうちょっと寝かせときたいときに。そうだそうだ、使うかな。思い出してきた。いいね。いいね。よいしょ。で、プテラノドンが肉食だから、うんうん、生肉が必要ってことは、また堂々を狩る日々。そういうこと。なるほどな。気づいてしまったか。気づいてしまった。そうだ、この無限ループアークだ。思い出してきた。始まったな、アーク。始まったアーク、この。マジか。じゃあコンボを、よし、そっ、ボーラとコンボと、まあ、あとはピッケルとか槍とかの武器が、うんうん、はい、はい、よいしょ。これこうして、いける。なんかでかいやつ、でもでかいやつを倒して一攫千金を狙おうとした結果がさっきのあれだったからな。そうだね、ちょっとコツコツがいいのかもしんないな。確かに。えぐかったな。さっきやばかった、マジで。これやったら皮めっちゃ手に入るから。確かに。ポン、確かに。確かにじゃねえ。冷静。おもろすぎた。冷静になってほしかったな。確かに、いける。確かに、ポン。そりゃそうだ、このサイズ感なら。いや、ちょっと見たくなっちゃったんだよ、無様にやられるところを。いける気がしたんだよな、サドウが。なんであんないける気がしたんだろうってぐらいいける気してた。やっぱ槍を持ってたから強気になってたよね。確かに、いけるんじゃないかって思ってた。よし、じゃあ、皮は置いとくか。はい、いいじゃないな。ボーラをもう一個作っとこう。はい、
スバルも川取りに行こう。うん、川なんかないかな。あ、そっち？こっち行きましょう。あるかな。いそうだけどな、なんかなんか平和な動物がいそうだから弱き者の地に降り立つ強き者が弱肉強食、弱肉強食なのだ、うん、しょうがない、そういう世界なのだ。なんかいそうだけどな。いそうだけれど草木ばかり。あ、鳥いる。あ、いいね。ボコソボコソ。こいつなんだ、ドドか。ドドじゃねえこいつ、ドドじゃねえ。やばいやつじゃない。スクール、やべえ、ちょっとやばいやばいやあら逃げます。やばい、パクリ、パクリ通りだ。ちょっと待って、やばい。え、パクられた。パクられた、ベリーパクられた。ベリーならな、まあ、私やれ。ねえ、こいつめっちゃ強いけど。やだー、ママー、今だー、パパー、マジ取られた。盗まれちゃって、もうやばいよ。あらあら、あいつ許せねえ。何でも襲ってくるか、ちょっと離れるか、こっちに。くそー、離れるか。弱き者の血だと思ったら、ドードーじゃなかった。でかいよ、ドードーにしては。やばー。確かに、ドードーにしてはでかかった。なんだこれ、ドードーか。あ、でも、今ね、ボーラが作れたから、もしコンボも作れてたら、はい、あのプテラノドンをちょっと狙ってもいいかもしれない。オッケー。なるほど。うん。コンボ作れてる。コンボ作った。ちょっとボーラで動きを封じるから、コンボで頭を殴ってくれ。頭ね。オッケー。はーい。よし。いくか。オッケーです。よしよし。ワクワクしてきた。楽しみ。まだいるかな。いるといいな。あ、いる？うわぁ、たぎってきた。たぎってきたぜ。うわ、やるぜ。よし、頭を殴るぜ。いくぜ。この、今だ。違う、殴れ、殴れ、おれ、おれ、おれ、殴れ。ごめんね、ごめんね、大丈夫かな。まあ大丈夫、寝たらね、話せば大丈夫。あ、ナイス、ごめんね、ごめんね、ごめんね。あ、投げちゃった。何投げたんすか今。火の出る何かが。追い打ちじゃないですかそれ。大丈夫か。大丈夫大丈夫。よし、お肉入れたぜ。よし、じゃあこれで待ってれば、メスだ。やったー、イエー、初めてのテレビ。やったー、お友達。お友達できた。殴ってお友達。やばいやばい、やばすぎる。よし、やばい、誰か興奮してうんちしてる。誰やばい、エキサイトうんちしちゃったかもしれない。エキサイト、まずい。エキサイトうんちはやばい。よし、いいね、いいね、いいね。じゃあ季節のいいね、これじゃあ、うん、置いといて、はい、うん、近くのしますか。結構テイムなんか時間かかりそう、うん、確かに。そうね、うん、お腹が、空いたらもぐもぐしてくれるはずだから、まぁ、あ、ちょっと置いとくか、うん、はーい、はい、寝かせましょう、寝かせましょう、寝かせます、うん、あ、ちょっと生肉半分もらってこう。よいしょ。ついでにあのなんか光ってるとこ行きましょうよ。行く、帰ってこれないかもしれないよ。え、そうなの。ちょっと近そうで遠いよね。あ、そうなんだ。うん、あの緑のとこっすか。遠いんじゃないっすかね。遠い。あ、遠いのか。じゃあカメとか取りに行く？そうだね。あのカメ。まあやらないとカバが圧倒的に足らないから。うん。でも大丈夫。カメも強そうだったけど。レベル一回見に行きましょう。レベル。レベルね。あいつも20だったよ。そう、あいつ本当に20ですか？200じゃないですか？20びっくりかもしんない。何なんだその数式は。いや、謎の数式出てきて、あれにみんな騙されてやられましたからね。確かに。こっちの方だったかな。緑のやつはちなみに自分がね、死んだやつ。はーい。死んだ光だ。あそこで殺されちまったんだ。殺されちまった。
よいしょよいしょ。あ、いる。お肉取ってこいる。みんなここで死んでる。ここでここで殺された。ほんと緑の光が。うん、見いけた見いけた。オッケー。じゃあちょっと拾ってくか。うん、アイテムをね。おーい、回収。よいしょ。で重量もあげれないのか。重量あげた。重量めっちゃ、ね、うん、あ、待って、先に来たー。で、インベントリー順位、よいしょ、アルファベット重量、オッケー。よし、カメいないかな。さっきね、いたはずだけど。カメ、カメ、でかいのはいるね。でかいの、あいつやばいっすよ。あいつはもうダメだ。手を出してはいかん。あいつはダメだ。手を、この地の主だから手を出してはいかん。強かったな。マジで強かった。ワンパンやばい、マジ。レベル20じゃない。みんなどこだ。あ、こっち。あ、うん、あ、あ、大丈夫。見えた見えた、緑の光。オッケー。緑の名前が見えた。行くぜ。オッケー。あ、主が。主がいる。はい、テイムできてるんじゃない。おぉ、やったー、できてる。え、待って、血まみれのやつ何。え、こわー、何こいつ。え、あ、サメだ。 え、こいつもサメが座礁してる。あ、お肉取れるんじゃない。あ、やったー、すごい、なに、こわー、こいつ。ラッキー、ラッキー、魚肉だ。置物みたいになってる。置物だって。お、いいね。大トロ食べちゃいな。つまるも驚き。よいしょよいしょ。取れたのは。おい。すげえ。ちょうどお腹空いてたんだ。よし。いいね、食べちゃおう。え、大トロ食べて。これ生で食べれる感じ？魚はいけんじゃねえ。あ、いけんの。うわ。贅沢。贅沢。ま、何でもね。漁師さんの食べ方。試してみたらいい。え、食べたら、え、ま、体力減少って出てきたけど。焼かないと。生はやばいんだ。食べれなかった。焼かないと食べれないんだ。ちょっと臭みがね。食べれない。なるほどね。そうなんだ。痛えよ、腹が。さっきもお腹壊してたもん。痛えよ、腹が。おいしい。え、皮は取れなかったから。残念。そっか、なんか乗るやつがサドルがいるんだ。ね、サドルなんかいろいろとめんどくさかった記憶がある。そうなんだよね。ケラチン集めなきゃいけないんだっけ。ね、プテラのサドルは、うん、プテラ、あ、プテラレベル38ないと飛べないのかな。やべえ。そうなのか。最初はあの、何でしたっけ、あの臭くあいつから取らなきゃいけないかもしれない。なんか頭がコブみたいになってる臭くやつ。確かに。あのね、あいつがね、いないんだよね、近くにね。いないのか。なんか左側にいた気するけどな。いた。ちょっと探しに行ってみようか。探しに行く。うん。ね、ちょっと暗くなってきたから明るくしよう。確かに、一回帰って魚とか焼こう。オッケー。じゃ連れて帰ろう。わー、すごい、かわいい。いいね、アイムだ。名前つけましょう、名前後で。ね、いいね、いいね、いいね。何がいいかね。何がいいかな。うん、3人の名前からなんか考えたいね。おしゃれな感じに。おしゃれにする。おしゃれ。スバル、ノエル、ムキロゼ、ム、ムノズ、ムノサノスみたいな。ムノス、確かにダサすぎる。何がいいかな。よいしょ。無のサノスみたいって言われてる。サノスやん。サノスかもしれん。あれ、これ魚肉を、うん、これをインベントリにぶち込むと。そう、それでね、焼けるし。焚き火もう一個ぐらい作ってた。確かに。あ、作ります。ありがとう。スバルもなんか作ろう。はい、作る。よいしょ。よし、いいね、肉がいっぱい。あと皮と、うん、あとはそうだな、ここに設置しよう。建築をするとね、結構レベルがどんどんね上がっていくかも。確かに。ああ、
やってたの、なんかひたすらに作ってたわ、うん、でももうレベル割とみんな30近くいってんじゃない。そう結構ね上になっている、うん、皮がやっぱ足りねえんだ。そうだね、圧倒的に倒す皮不足、辛いぜ。懐かしい、スバルも一番最初皮足んなすぎてこんなんどうやって集めんだよって言った気がするそうなんだよね、懐かしすぎる。懐かしいなぁ、 1年半ぶりぐらいかも団長やるの。確かにムノスめちゃめちゃ飛んでる。ムノス君はじゃあ託地してもらって。ムノス、あ、おい、かわいい、ちゃんとわかるんだね、いい子だ。命令も聞いてくれる。あ、いいねー。スバルも焚き火作ろう。なんだっけ名前、サノス、あ、サノスにします。サノスもうサノスサノスにするか。大丈夫サノスで。サノスだったら、え、アキラ先輩一文字も。確かにムノス。ない。ムノス。ムノス。ムノスにしましょう。ムノスにしよう。OK。はい。ムノス。ムノス。君はおムノスだ。モノス、あ、かわいい、ムノス、いい ね、サドルをつけてあげたいね、あげてー、かわいい。ここにも一個焚き火作ろう。うん、焚き火いっぱいあったら助かる。あ、皮と肉をもうひたすら、皮と肉だ、皮と肉ね、どうぞ。あ、水飲もう。いやでもあの塔の方にも普通にちょっと向かってみたいよな。確かにな、生きて生きたいな、冒険して。夜だから朝になったらあっちに向かうか、うん、しよう、はい、オッケー。じゃあそれまでちょっとその辺で、はい、木などを集めます木など取ったり腹を満たしたり労働の時間だ、労働の時間、寝る間などないアークだからそうだ肉も焼いて、あ、そこの魚肉、魚肉、わ、このなんか懐かしい、みんなが独り言言いながら夜準備してるやつ懐かしすぎるやってた、やってたな、木材、革繊維とか言いながらね、うわメモそれ誰かっつって懐かしい。あとなんか木材取って木の土台とかそういうのをいっぱい作るとレベルがねすごい上がる、うん、なるほど、うん、でサドル作って飛んでいくのが一番まあ早いし安全かもしれん。確かにな、うん、おいちゃん、よしよしよし、いいよ。家もな作りたいな、ねえ、作りたい。これ何でしたっけ、なんか斧と、うん、このなんか先端が尖ってるやつだったら斧の方がなんか取りやすいみたいな、皮が取りやすいんでしたっけ。まず木の、うん、木を刈るときは斧でやると木材がいっぱい取れて、あ、はい、そうだそうだそう、でピッケルで木をやると藁が多く取れる。あーなるほど、そうだそうだ、懐かしい。さあ、で、なんか肉をね、叩く、うん、皮を集めるときはなんか斧でやる方が取れるらしい。うん、らしい。オッケー、はい、うん、オッケー、メイビーそうそう、メイビーそうそう、そうそう、声に出したくなっちゃう、メイビーそうそう自信がないが、メイビーそうそう、いや、出しゃ、うわ、表いらないもの捨てちゃう。新しいインベントリーを作ったぜ、みんな使ってくれ、ありがとう、助かる、ここにぶち込むぜ。よし、これみんながね近くでやってるからレベルと経験値がみんなにこう分配されて、うん、レベルがね、うんうん、上がりやすくなってるんだよね今。ああ、なるほど、そうそう、嬉しいわね、うん、そう、よいしょ、あ、よいしょ、36になったの。おお、いいね、団長も33だからあと2か、もうすぐね上がると思う、土台何個か作ったら。よいしょ、バールは26
もう頑張ろう頑張るあ、31だ、31あ、いいじゃん、あ、いいね、いいね、じゃあ、よいしょ労働するのだ労働の時間ですよ労働するんだ休む時間なんてないない、アークにはないのだなんかもう懐かしすぎる、すべてがあったなってあったなあったなで、土台が38だったまだだったまだだった、くそ藁の土台が藁、あ、繊維か繊維がいいのか、うん、そう繊維めっちゃあるよ、いる何待って、繊維欲しい繊維103個あるよマジえ、でも木の土台の方がいいかもしれない木の土台か、うん、あ、じゃあ木の土台作ろうかな、うん、うん、うんちいらねいらねやっと気づいたかインベントリーを圧迫してるだけだ、うんちはいらね学び終えたまだうんち活用には早かった確かにうんちってでもなんか使えるんですよねそうそうそう、必要な作物だっけそう、すごいね、もう素晴らしいえ、やったー先生先生褒められたやったー嬉しいよやっぱね、これで無人島にいつでもね、行けるね、みんなで無人島行くの行かされちゃうんだ急に規模がなんかバイオハザード見て恐竜、なんか強くなった気でいるみたいなアークで生きていけたし確かに無人島でも生きていけるなみたいなやばいよよいしょ、うん、よしあプテラのサドル一応作れるすげーいいねいいねあ木が足りないキチン、ケラチン、革繊維あ出た出た呪文出た呪文出ましたキチン、ケラチン、革繊維いいいるんですね、それがいるんや三葉虫か亀を倒せば取れるかもしれん亀こっちにいた気するんだよなちょっと見に行きましょういい、行こう木材となんか繊維とか入れとくからよかったら使ってはい作っちゃって、うんうん、ほーいレベルが上がるはず上がれ、はい、上がれ亀亀欲しいな亀倒したい亀あっち側にいた気がするんだよなマジでこっちそうっすちょっと偵察してくるかいってらっしゃい、はい、じゃあそんな相手にでもなんか普通にしてたらもうわざわざなんかこの辺いそうだけどな平和そうだしなんなくてもレベル上がりそうだから、うん、作んなくていいかなうんうん、こっちは普通にね。あ、とか、あ、全然上がった。うっ、でかいやつがあっちにもいる。なにやったー、レバー。どれ？やべー、盗まれた。武器を盗まれた。あ、ありがとう、任せてください。来いよ。うわー、槍を盗まれた。くそー。なに？あ、先輩の仇。来いよ。のんびりと。うわベリー盗まれました帰るおらあ、こっちがおらあ、待ってボーラを持ってるのではあ、ボーラー来るんかなこう、やってみるかで、うん、取りますかおらおら革29枚手に入ってますいや、いいねよっしゃこの調子だこの調子だ順調順調なかなか順調ですねえね、槍さ落ちてなかったよね槍は落ちてなかったよねどこの、うん、あれなんか秋先輩放送オフラインだったって来てますけど大丈夫ですかあ、嘘なになになに秋先輩アークに夢中でオフラインになっていることに気がついて全然気づいてなかった鳥との戦闘に夢中すぎてこれがアークかこれがアークかーすげえ。あ、戻った戻ったよかったよかったあ、やばい全然気づいてないのおもろすぎる気づかないし気づいてもね変わらず木を切るそんな待ってくださいよロジェ隊のみんなが寂しいよそんなの寂しいよ
あいつはね、よく切断されるんだよね、なんか途中で。あいつって何だっけ、言わない言わない OBS のあいつ、なんか接続がさ、よく切れるんだよね。あ、そうなんですか。そう、なんでだろうかな、謎やな。そう、謎なんだけど、でもすぐ戻る。あ、そうなんですね。そうそうそう、スバルちゃんはゲーム音入ってない、あ、すいませんねえ、あれだな、最初からもしかして。いやでも流れてるはずだけど、ちょっと BGM がでかすぎた、うん、ちょっとでかすぎたみたい。あ、なるほどね、でかすぎた。これこうして、うん、やばい、急に動物園みたいな音がちょっと動物園動物園より過酷な世界やで。確かに。そうだ。確かにね。こんなんでいいか、みんな。大丈夫か。あー、じゃあ、カメ子を探しに行こう。はい。行きますか。行きましょう。どこだろうなぁ。いそうで、いないなぁ。OK! ちょっと、みんながここ、ちょっと、一回肉焼いてきます。生肉のまま。はーい。牛肉が。腐っちゃう、腐っちゃう。偵察行こう。よしよし、なんかいるかも。お、いる？いました？なんかうごめいていた。うんうん、うごめく。いた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 、いたいたいた。どれ？うわ、140。待て待て待て、危険だ、こいつはダメだ。あ、何？こいつダメ。140レベルだ。やばい、なんか歩くのめっちゃ早い。どん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 。あー、やばい。140はやばいんすか、秋先輩。いやー、もうこの世界の覇者に近いね。やばい、それはマジ。秋先輩、こいつはこいつ。こいつ何レベルなの。あー、20か。足めっちゃ速いな、こいつ。足速いんだ。そうだね、ワンチャンやられるかもしれない。やばい。あー、秋先輩、カメこっちにもいますよ。あ、いいね、いいね、いいね。よし、向かおう。何レベルだ。こいつ弱そう。25です、25。あ、いけるかもしれん。ちょっと、じゃあ200、250じゃないか、確認してください。確認。あ、オッケー、25だ。25ですね、25。ちょっと、岩にさ、登って、高台から。やばい、なんか来てます、なんか、なんか、先行音が。どこだ。あれだ、あいつだ。あ、この鳥。鳥だ。パクリ鳥、パクリ鳥だ。あ、来てる、前も。それ、エイペックスのポジション取り。ちょっともう、始めちゃう。始めちゃう。おいで、こっちだ。ケツをやれ。そうだ、こっちだ。はい、登るんだ、岩に。わかりました。登れなくなった。などうやって登ったんだっけ。アイ先輩、なんで登れない。登れないです。アイ先輩、登れない。こっち、こっち、こっちだ。ここだ。痛い、痛い、ちょっと、アイ先輩、やばい。まずいです。骨折れました。アイ先輩、これ登らなきゃいけないのか。いや、登らなくてもいける。肉食が来てる。もうちょっと、助けてー。やれやれやれ。あら、もうちょっと、いいぞ、逃げる逃げる。いって、鳥がもう、ちょっと、いっ、うわー、やばい、後ろからあいつ来てます。やばい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 、死ぬ死ぬ。ちょっと、やべ、やべ、ちょっと、肉を一回食べる、肉を。そうだ、冷静に食べよう。やべ、もうやべ、こんがり魚なんで吸ってる。くそ、もう肉がね。頑張れ。うわー、あいつ145だ。倒せねー。やばい、うわー、ちょっとみんなー。やばい、骨折れた。ノエルー、トライ。やばい、やばい、やばい。あー、相打ち、相打ちした、相打ちだ。え、クラッチン、わー、うん、あれか、斧か、うん、斧がいいのか。あー、うん、あー、食べられたー、バカー、盗まれたー。結構取れた。やばい、骨折れてる。でも、とりあえず逃げる。今、肉を取れ、肉を届けに行くからな。オッケー、くそー、もっとゲラチン取れたのに、あいつに食べられた。くそ、食われるとか。迷ってる時間が。よし、やばい、おいしょ。145は強いな、こいつ。木がねえ、木が。やばい、骨が折れた。やばい、あ、待ってください。いただきます。
火を絶やすな。うー、骨折れた。やばい、いて。アクセンター。散るしかねえ。待って、ファイル待って、スバルが今向かってる。うわ頑張れ。うわやばい、この世の地獄や。一進一退じゃ。一進一退じゃ。ああ、やばすぎる。いくか。あ、スバルめっちゃね、焼き魚持ってるから。あ、オッケーオッケー。よし、向かうぞ。肉があれば。現場向かってます。おう。団長はリスポーツ店から。なんかセクシーポーズしてる。なんかちょっと。取りに行くね。行くぞ。やばい、ゲロが。まずい、まずい、これは。ここにもカメいる。お、カメはいいね。やばい、眼球にダメージを。あぶねー、眼球にダメージ。こんにちは。よし、140が強いな。やばい、 BGM 盛り上がりすぎてて。あ、痛い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 。これ誰だ。ノエルノエルノエル。はい、肉を割った。肉あげます。あげますか。あれ、これここ団長か。あ、これだ、これこの辺じゃない。あ、いたいたいた。天気す、はい、あ、やべ、あいつが、ここ来て、近かった。これを、おうおう、半分にして、うん、はい、よし、ありがとう。やったぜ、めっちゃあるぞ。いいね。あい先輩もこれ、うん、肉を。ちょっと、あき先輩嘘でしょ。そん自分を容赦なく、そんな。あれはもう生肉なんや。怖いよー。めっちゃ食ってる。あ、これはスバルだったもの。見て、そうだったもの。それはスバルだったものです。ねえ、さあ、ケツやめてくださいよ、ケツ。あー、お肉が取れたよ。怖いよー。怖いよでもこれが自然界を生きるってことなのか。そういうことなのか。そういうことだ。強くなろう。ああ。ふう。すごいことになってた。熱い展開だったな。結局カメはどうだったんですか。カメは倒せた。そう、倒せたけど半分ぐらい。だね、そう。そう、7しか取れとらん団長。と食べられちゃったのあいつに、140のあいつに。そう。くそー。え、ちょ、事前確認、ケラチンは何で取った方がいいんすか。斧？ケラチンとピッケルとかで大丈夫だと思う。ピッケル？オッケー、うん、そう、どっちでも大丈夫。はい、うん、あんま変わらないと。探しに行きますか。もう、うん。いや、カメいたけど140レベルだったからな。140？ カメってボーラ使えないんすっけ。ボーラ使えなかった気がするんだけど、どうだったかな。やってみる。チャレンジしよう。チャレンジ、チャレンジ。何事も、ね、チャレンジですよ。うん。あ、なんか斧がいいらしい、ケラチン。あ、なるほど。コメントに書いてる。オッケー。アークおじたんからの情報だ。おじたん、ありがとう。よし。ノエル、近すぎやしないか。これ、ワンパンの距離では。ボーラ持ってる？ボーラない。なんかつく。ボーラ。繊維が足りないから、繊維すぐ集む。やばい、盗まれた。くそ、またあいつめ。あいついすぎだよ、ここに。おい、やばいっすね。あ、ボーラ作れる。あ、いいね、ナイス。いいでしょ。オッケー、いてー。おめ、ベリー、ベリー盗みやがって許せねえ。貴重なベリー。お前ボーラの餌食にしてくれる。は、いた。こんがり肉が、くそ。最悪や。こんがり肉が、あいつ、あいつ最悪や。鳥邪魔だな。いないのかな。鳥邪魔だね。ここにいても変じゃないけど。あれ、うん。あれ逃げたか。あ、逃がしてる。うわ！飛んでた。眩しい。いそうだけどな。くそ、ベリーを盗んでいくな。許さねえ。そいつやばいっすよ。あいつ
ムキロゼが空をつくとマジで神話なんだよな。ほらゼリーめっちゃバトルしてる向こうで。スバルも行くぜ。来いよこっちに。何なんだろう、レベルによるな。なんかめっちゃめっちゃ翻弄されてる。マジでボーラがなくなっちまった。何、ボーラ取られたんすか。ボーラね、投げて後ろから なんだこいつ、びっくりした。一応ボーラはあります、うん、あるけれど、そいつの鳥に向かってやってる。あ、そっか、スピンはこうで、こうだ。やばい、なんか呼んでた。ボーラやべ、ボーラ作った。オッケーオッケー、やべー、これで失敗した。あ、でも落とした。あ、ナイス。いや違う、あのね、アイテム落としただけだからね。あ、アイテムか。そう、鳥なんじゃないんだよね。ここ鳥めっちゃいるな。ここやばいっすね。ちょっと移動するか。うわ、行ってした方がいいかも。うん、来いよ、うん、よいしょ。あのパラナウソ、パラナウ、パラサウロロフスは、あいついけそうっすよね。何レベルだろう。ほうほう、50、あ、いけるかも。じゃあこいつをボーラで止めて攻撃するか、はい、やるか。はいはい、じゃあいきますね。はい、揃ったらいくよん。オッケー。はい、じゃあスバセンバ来た、うん、来てます。じゃあいきます。はい、肉を、はい、オッケー。はい、殴れー、殴れー、ほらほら、これうるせはい、オッケー。肉だ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 。スバルのベビーよ、おめどこいこの鳥許せねえ。許せないよな、あいつ。あいつ許せねえよ。んー、鳥いってて、あ、魚肉盗まれた。いや、こいつやばいんすよ、マジでここ危険すぎるな。危険、ちょっと離れた方がいいかな。でも拠点からちょっと遠いちゃうけど。うわー、ボーラがスバルみんなボーラがダメだ、こいつにかまっちゃダメだ。うんうん、このカメはそれやばいやつですよ。100-140だけど、ボーラで止めてさ、なんとかいけないかな。やっぱボーラやりますか。うん、ボーラありますよ、いっちゃいます。お、オッケーオッケー、で止めるよ、うん、大丈夫、オッケー、みんな見るかい。オッケー、あ、スバル先輩が来たらオッケーです。じゃあ、いきます。はい、行け行け、今だ、やれ、ほら、今だ近づきすぎる、あー、やばい、やばい、これもボーラ、ボーラはボーラ、ボーラだけだ、ボーラ、ボーラ、ボーラ、効かない、効かない、こいつは効かないタイプだ。なに、そう、効かない、くそみんながあれ、あ、でも一瞬は効いてね。やばい、ま、やばい、やばい、お、折れたやばい、マッツン、やばい、ほら、こっち向け、こっち、こっち、ケツを狙い、ケツを、そうだ、顔を押し上がった。うんち、エキサイトうんちしてきた、こいつ、言ってね。うわ、エキサイトうんち来た、後ろに回るんだ。ケツをさせケツをやるんだ。ケツだ、骨折れた。やばい、まずい、骨が折れた。ケツを、ケツ狙う。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、ちょっと水も飲んで、いい、水も飲んで、ご飯も食べて。やばい、いやー、オッケー、まずい、まずい、まずい、やばい、やばい、やばい、すぐ戻る。オッケー、近くだから戻る。やばい、おら、おら、早くみんな来て。はい、行きます。戻れ戻れ、早くみんな、スバルが変動がしている間にちょっとやばい、生き残っちゃった、どうしよう。なんだかんだスバル先輩
生き残る確率が高い、うん、なんだかんだ逃げ回ってるからね。ちょっとモナスの力も借りに借りて。オッケー、借りよう。40、そう、70か、70レベルだから。70レベル、いけ。頼んだ、その寿司名前でくれよ。ノイル、ノイル来てくれるのか。やりよ、回収、やりよ、回収していくよ。よし、ちょっと、ベリー積まないと。ベリー積まないと。危機的状況だけど、ベリー積まないと。よし、ヘイトはこっちに。オッケー。今いる、準備する。ムノス、ムノス、ムノスも来た。ムノスやれるか、助けてくれ。ムノスやれるか、あいつを。よ、ムノス戦闘に興味がなさそうすぎる。嘘だろ、ムノス。こいつをやれ。ムノス行け。やれ。やった、いい。ダメだ、ムノス行け。いいぞ。様子を見よう。ムノス死なねえでくれ。ムノス死ぬな。ムノスはここで待機だ。鳥3匹いる、やば。もうそんなんやばすぎる。これカメ、カメ一回放置でいいっすか。うん、オッケーっす。うんうんうん。ただもうカメも鳥やばい、全員こっち向かってきてる。あ、お前鳥やばすぎる。そんな火の近くで。やべやべやべ、戻ってきた。やばい、スバルの元に鳥族が集結している。これはどうすればいいんだ。リストラおじさんっていうの見つけたんだけど。あ、それはリストラおじさん、ムキロデのお供だ。どこで見つけたの。え、なんかね、結構、え、わかんない、ここどこだ。なんかあれだな、ちょっとやばい、あっちやばい、連れてきちゃった。ちょっと帰りますね、こっち。オッケーオッケー、リスポ。あ、散っていった。ふぅ、鳥が危ない、危ないすぎる。鳥やばすぎる。やばいね。焼き魚いります？スワルめっちゃ持ってるんですよ。あ、ほんと。ちょっともらおうかな。はい、どうぞ。ありがとう。はい、いる。大丈夫、ノエルちゃん。あ、大丈夫、光見えました。オッケーオッケー、大丈夫っす。肉こうして、よしよしよし、肉こうして、よしよしよし、火を灯すな。火を灯してはならぬ。ちょっと、秋先輩、荷物が。秋先輩、アマゾン倉庫みたいな。アマゾン倉庫。アキ先輩、何やってるんすかそれ。荷物整理、荷物整理。荷物整理、エグすぎる。あ、ここが倉庫じゃ。ここが倉庫だったか。いや、あの鳥が厄介だな、ちょっと。鳥やばいっすね、あれ。どうしようかな、水渡った反対岸とかの方が意外と、なんか山陽虫いたし、うん、あー、確かに。いいかもしれない。いきますか、そっちに攻めてみるか。はい、はい、え、今みんな拠点？うん、オッケー、拠点で戻れる、すぐ。オッケー、
大変だった大変だった本当に大変だったいや休まらないね気がすごいこれがアークこれがね楽しいんだよなこういうさ確かにそううまくいかないところやばい火事になるちょっとやばい火事になっちまうこれはまずいよしよしアムノスも元気じゃよかったえカジちゃんこれカジになるあーやばいやばいよいしょ誕生してよちょっと三葉虫いるか様子見てくるねはーいはいよいしょやばいアマゾン倉庫祭りが広げられているあサメがいるみんな海の中サメがいる危ねえ、うん、気をつけて嘘だろ油断するとやられるぞはいスバルもいらんもん捨てようやばい団員さんが捨てちゃったかもしれん、うん、待って団員さん捨てないであ、団員さんよしよしオッケー拾った団員さんよかった団員さんよかったはいこれボックスもう一個作ってもいいかもしんないな、okay. うん確かにボックス作っちゃおうよしとこの辺を徘徊してた虫が徘徊していた虫あれ虫も取れるのかそうそうそうあーいいねいいねとても良きあいいね助かるよっしゃーいっぱいなんか絶妙に場所がずれてるけどまあいいやまあこの辺にプテラがいるあ、三葉虫もいるぞおぉ何レベだあ、130レベルのプテラノドンがいるえ、強そういいないいね、ちょっと先にやる仲間にしてうん、仲間にするかはいじゃあまずボーラー、うん、ボーラーあるからコンボ持ってればコンボだけ、オッケー、うん、コンボ持ってるあと生肉もある生肉今焼いてるのがあるかなあ まだ焼いてないやつがあったらあるあるうん10円持ってきてもらったらじゃあこれをそのまま持ってきて、はいはい、うんこれかよいしょここにこれを入れようこれこうしてこうしてこうしようオッケー色も130コンボってどうなんだろういけるのかなボーラーがいっぱいいるでも逃げちゃうのかボーラーが取れたらそうそうそうでもね3個ぐらいボーラー持ってるじゃあスバルもボーラー作っとこう、うん、うんうんきついかなコンボだったいや3人ならそうだねいけるっしょやってみよういけるっしょいけるあれ秋先輩どこいるんすけね反対側あー、見失った。見失ったかもしれん。ちょっと待って。はい。あの、海を渡った反対岸にも来てるんだけど、すみません、見失ったかもしれん。渡るか。うわ。サメいるんじゃなかったっすけ。確かに。サメいる。逆側から行こう。危ない。安全に行こう。安全に行きましょう。マジやばい、敵がいる。敵はどこにもいる。走り抜ければ。うん、行け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 。ふぅ、危ない危ないあーどこだ危ないよさっきの亀惜しかったなワンチャンいけそうだったんだけどもう回復してるよな多分そうだねあそうだね結構もう時間経つとねうんあ亀いるうわ何レベだあれは一体何レベなんだ20恋20すごい、アキ先輩がめっちゃ走ってるのが見えるアキ先輩全力疾走こいつかえ、行かないで行かないであ、そっちに、そっちはサメがいるんだ三葉虫もいる三葉虫も海に帰ろうとしてますこいつ殺していいですかこいつ殺そう、まず待って、なにこれ、キレイいや、キレイやばすぎるキッチン取れるからこいつもやろうオッケーですよし、チャンスチャンスいいぞキッチン、ゲラチンあ、こいつ死んでるいいねいいねいいねあれ、太陽中は太陽中どこだあれ、探せみんな太陽中がこの辺にいたはずなんだ太陽中太陽中はあれ
てたのか。なにあいつ、どこだ。えみんなで地面見てんのもろすぎる虫を探せ、いなくなっちゃったかな。まあそのうちまた出てくるでしょう。うん、うん、あの亀がさいるからレベルを。亀も消えましたよ、どこ行って。うあ、水にいる。くそー、ええー、あでも近いよ割と。あ近いなら、あ水の中に三幼虫もいた。あ15、こいつやれ、こいつ陸に。行け行け行け、よし行け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 、こっちだ。陸に、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 お前なんか動きがやばい。そうじゃん、陸に、やばいやばい、死ぬ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 、ケツ、ケツ狙われてる、いやー陸やばい、やっぱうちあって陸地の人間だ。ダメだよ、陸地の生き物だからさ、戦っちゃいけない。もうダメだよ。なんかあのレベル130のカメにちょっかい出されて殺されたみたい、みんなちょっと近くにいすぎたな。ちょっとやばいな、気がまとまってたくそー、ケツをやられた、ね、引きずり、そう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 、連れて行きたい。なるほどね、レベル、ちょっとレベルも上げよう。下これ近いかな、ちょっと引き連れてみるか。よしこんぐらいまで来たー、こっち。あ、夫婦だった説。あー、なるほどね、だから激横だったんだ。あー、もうげ、確かにブチギ、ノエルブチギレて攻撃されても体がドゥルルルル。怖い、でも団長さん、今さ、チラッと見えて後ろもしかしてなんかついてきてるかもしんない、怖い。さっきからで、ケムクジャラの何かがついてきて、いや、それ、スバルやえ、そんなケムクジャラの何かって、いや、ケムクジャラの何かやないか、それはそれはケムクジャラのやつやないか、ガチのコントしてるんじゃないよ。やばい、待って待って待って、ケムクジャラの何かがこいつなんだ、おめえ、あ、こいつがレベル130だ。こっちがね、15、こいつを、はい、お尻から。アイテム一回アイテム取ろう。うん、やばい、やばい、ゲロ太郎がゲロ太郎後ろにいます。どっちからも逃げる。あいつ何レベルだろう、こいつ、こいつゲロ太郎、何レベルだろう。レベル見て、間違えたそう、また肉を取られてたまるか。135だぞ、ダメだ130やなんだお前は。待って、ノエル、お前どこにいるんだ、それ。ちょっとやるよやるよやるよ、今やばいやばい、いいぞ、やれ。よし、ボーラでやりえ、ナイス、ボーラで。よし、ボーラで、まずこいつをゲロだと。やばい、カメもやばい、もうやばい、大変なことになってる。よし、やり壊れた、まずい。大丈夫、ピッケルで、よしよし、ナイス、あとはこいつ。よし、死んだ、やった、イエーイ、やった。アキ先輩、お前頭をやられたのか。アキ先輩何で、これも、斧だっけ。うんうん、斧であるか、斧で、はい、アキラちゃん取れる、はい、取れた、よし、いいぞ、よし、まだ、お、大丈夫、着実に進んでいるぞ。ムキロゼもね、ムキロゼもちゃんとな拾ってくれるかな。拾った、ありがとうよ。アイテムも拾っときやしょうか。これ、あ、ありがとう、今拠点に着いた、はい、じゃあアイテム、じゃあ拠点に戻るか。うん、じゃあ拠点戻りやす、アイテムも回収したんで、全部持てる、はい、あ、持ってた持ってた、大丈夫、オッケーオッケー、重量ね、ガンガン振ってっからなんか今さ、ゲーム音でかくしたんだけどさ、うん、なんかそのうんちする音がブリリリンってやだやだな、これもっとなんか
ファンシーな音にならないのかな、なんか何ファンシー、どんな、なんかピロリロリみたいな、なんかブリーみたいなでもやっぱちょっとリアリティ求めちゃうところがね、そうだね、あそこだけちょっと嘘っぽくなっても嫌だなと、確かになリアリティなんだな、そうそうそう、よし、うん、嘘、帰るぞ帰るぞ、やばい、2時間で亀しか頼まれないおもろすぎる時間忘れちゃうね、やばい、アークやばいな、マジで沼な予感ですよ、沼だ、よし、食べながら、よし、でもケラチンそれで取れたし、はい、よし、これで一つサドルが作れればいいね、一人ムノスに乗って襲ってきた敵がいたら、ムノスに乗ってガブガブ攻撃すると、うんうん、ちょっと攻撃力が高いから、いいね、それであの塔を目指してもいいかもしれないな、あーいいなー、うん、ちょっとどれがアキ先輩のかわかんなくなったので、まあ、とりあえず、うん、どれでも何があるかな、ポンポン火入れて、火つけて、焼肉屋さん手慣れてきた、あ、いいね、手慣れてきたぜ、焼肉屋さんに、川230とかはさすがにまだないよな、川230、あ、でも127枚、うん、127枚、松原78持ってる、お、あ、お、合わせよう、ちょっとじゃあここに、あ、待って、これこうして、ケラチンも、これドロップ、あ、はい、ちょっと待って、ここに一匹舞い込んできたぞ、プテラが、わぁ、なに、何レベ、あ、130のやつだ、あ、やばい、ボーラと、コンボーと、コンボーある、ボーラ、ボーラ作れる、ボーラあるよ、あ、いいね、コンボーでいけるか、行くか、もう行くしかね、どこだ、コンボーどこだ、コンボー、よし、ボーラ入れて、コンボーもある、オッケー、生肉持ってる、生肉も今焼肉屋さんしたところだから、うん、あ、持ってる40個、あ、オッケーオッケーオッケー、じゃあそれでボーラも、どこだ、ボーラ何個ある、ボーラ2つ、あ、じゃあ大丈夫かな、はい、ちなみにどこだ、あれ、いなくなっちゃった、消えた、なに、森の中に入ってた、その説、じゃあ森にちらっと目に偵察に、なんか飛んでる、あ、いたいたいた、これかな、いる、こいつ、こいつは、あ、こいつ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 、はーい、いたー、よし、じゃあボーラで、スバスバ行きますか、はい、うん、5番のボーラ、5番のボーラ、5番のボーラ、行きます、行くよ、はい、はい、おれ、ナイス、殴る、はい、殴る、やべ、行け、ごめんね、ごめんね、ごめんねごめんね、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 友達になろう、ごめんね、友達になろうね、友達だよ、ごめんね、ごめんね、サイコパイムって言われてるそうそう、ボーラの準備しといた方がいいかな、そうだね、あ、コンボ壊れた、じゃあボーラ、ボーラ殴るしかね、はい、あ、やばい、やばい、そんな勢いよくなの、どこだ、どこだ、どこ行った、足が速い、あいつ全くわからん、クソ、擬態性上がる、木に擬態性があった確かに全く色がわからん見えない、思った以上に擬態性わからん、あー、いない、嘘、どこ行っちまったんだ、全くわからん、なんか、なんか、そもそもみんなが、確かにみんなもチリジリにチリジリになっちまったわー、あの、俺ちゃんがどこだ、消えた、どこだ、浜辺に集合するか、一回、そうだね、オッケー、 浜に降りよう、あ、いるいる、あれはムノスか、あ、これはムノスですこれはムノスっておもれ、はぁ、ダメだった、でもまたね、ひょっこりと現れるかもしれない、確かに、そうだね、うん、
その時はね。うん。ね。急に、急にレベルアップした謎の。よいしょ。サドルができたらいいな。サドルね。あ、帰ってきた、ノエル。おかえりー。ただいまー。よいしょ。これサドルはあとケラチンが足りない？ケラチンと、あ、皮かな。皮もちょっと足りないか。ちょっとかき集めてみようかな。一回収納棚に入れてもらったら。はい。ちょっとやってみようか。ケラチン75。はい、皮、うんうん、ケラチン、キッチン、うん、キッチンとケラチンどっちもね同じだから大丈夫。あ、そうなんだ。うん、よいしょ。なるほどね。肉焼こう。キッチン、これもケラチン、うん、よいしょ。これで、あー、ちょっと足りないか。ちょっと足りないか。ね、微妙に足りない。キッチンが、うん、いや、53個。え、43個。結構足りないな。皮がね、あと19枚ぐらいかな。なるほど。なるほどね。でけえ亀一匹ってところか。そうだね。亀け、計算。いや、いいね。でかい亀。亀なんだよ、やっぱり。あ、ケラチン10個ある。あ、ほんと？いい。いいね。あった。コメント欄のみんながスバル持ってるよってめっちゃ言った。はい、どうぞ。助かるな。助かる。助かるね。やっぱコメントにもね、助けられて生きていくからこの世界で。ね、確かに。ありがとう。助かる。あと43個になったね。キッチンが。アマゾン倉庫やってるノエルが。そう、もう前。トリケラトプスいるぞ。何？トリケラいる？あいつだ。あれの奥側じゃないか。お、いる？これの奥じゃない？あ、あいつ？130だっけ？ 130。 あ、やばい、どっか行っちゃう。あー、でもね、しばらくしたら降りてくるかも。あ、な、いっぱいいる、いっぱいいる。ここめっちゃいる。いいじゃん、いいじゃん。レベル分からねえ。ボーラを作って、コンボも作って。ボーラ、石ボーラある。これでやっていい？いいよ。あ、すばすば行く？よし、ちょっと待って、行けるかな、これ。めっちゃ高く飛んじゃった。どこにいる？上にいる。あ、でもこっち空いてた。降りてくるのを待とうか。うん。あ、来た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 。てめえ何レベルだ。待って、コンボを作っとこう。でー、くそすげえ。ダメだ。着地ね、完全にしてからならね、いけるかも。あ、そうなんだ。うん、石拾って、はい、よいしょ。着地しろ。うん、降参しろ、諦めて。こいこい、鳥に翻弄されとる。ほんとだよ。あれ、降りてきそうじゃない？おおおおおおお、降りてきそう。くるくる。おおおおおお、な、何レベルじゃん。歩け歩け。よしよし。くそー、なかなか警戒心が強え。あ、来るかも。来るか、来るか。あ、来た。あ、来た。あ、90、いけ。よっしゃー、新しいやつだ。殴れ殴れ。ごめんね、ごめんね。やべ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 。90はいいぞ。殴れ。やばい、コンボ壊れちゃった。大丈夫、ボーラー持ってる？持ってる。オッケー。はい。ボーラーを外れそうになったタイミングで。おら、おら。もう今やっちゃえ。はい。ナイス。やったはずかな？やったかな？もしかしたら。あー！なにー？なにー？できてなかったかな？ね、一個入ってる時はね、次が延長されない可能性があるかな。割れないのか。あ、そうなんだ。ダメだ、ここ森が深すぎて一回逃げられると全くわからん。確かに。もう森が濃すぎる。卒業なのかもしんね。コンボの時代はもう終わったのか。
棍棒の時代終わっちゃったの。今一生懸命棍棒の予備作ってたと思ったら松明を作っていた。あるあるある。いやまだね、棍棒では戦えるはずなんだ。本当か、まだ諦めちゃダメだ。文明に頼らなくても生きていけるはずだ。文明に頼らせてくれ。あれ、okay、前の亀は130の強いやつかな。あ、亀？亀いいね。あ、でも140だけど血まみれんだよ。え、それツバルたちが最初にさ、なんかさ、こいつやばいっつってたやつでは。そう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 、やったりやったり。血まみれの亀行こう。どこいる？どこ？水辺？森？ずっと戦ってた方、水辺。でもこっちじゃない？あ、いる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 。いやー、行くぞー。厄介鳥がいる。おわわ、オーケー。鳥のヘイトアキ先輩が飼っているうちに。そうだな、槍を作りたい。槍槍こいつだ。火打ちし、これは血まみれと言うのか。これ思ったちょっと一応ケツが一応血まみれ。いや、団長がヘイトを飼ってる間に素晴らせばケツを。オッケー、頼む。今作ってる。オッケーオッケー、ケツいきます。おらおらおら、じゃその間に、おらおらいけ、おらケツ、ケツ交互にいくぞ。交互にケツをさせ。ぐる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 、こっちに詰まるのヘイトを飼う。オッケー、いけ、ケツだ、ケツ、ケツ。いやいや、骨が、やばい、やばい、うわー、まずい、骨が。今行く、やばい、団長も折れた。やばい、これは今行くぞ。やばい、誰もヘイト係がいないから。いるぞ、いるぞ。任せろ、今肉をバカ食いしている。オッケー、こっちに引き連れている。槍が怖い、よし、大丈夫、大丈夫。空腹で死にそうだ。あ、岩に登った。攻撃が入る。あ、ナイス。いてててて、あ、いてて。でもレモンの種盗まれた。レモンの種やばい、ない、怖すぎる。おらおら、あ、こんがり肉を。クソ、でもこんがり肉よりも大事なものがある。それは仲間の命。うわー、死ぬー。ちょっと待って、こっちから行けないか。ご飯が、お腹が、ご飯じゃない、肉を盗まれた。クソやばい、やばいよ。こっちこっち来い、こっちに来いよ。ベリーを収集する。ベリーを、ベリー罪の人になる。こっちに来い、こっちに来い。あ、こっちだ、こっち。くそー、このクソ鳥。あ、やばい、次鳥のアタックでしょ。鳥のアタックで、やったー、やったー、よっしゃー、ナイスだ。うん、あ、キャラチいっぱい取れる。やったー、いいね、いいね、いいね。危ない、危ない。もう息も絶えないだよ。ナイスー、ナイスー、キャラチン14、やったー。受けるか。ちょ、鳥に次攻撃されたやばい。帰ろう、みんな。一旦帰ろう。一旦帰ろう。満身創痍だ、もう。もう心臓の音がずっとドキドキしてる。死にかけている。死にかけてる。もぐもぐ。水も飲んで。あ、そう、水が。はぁ、あ。大変だった。いやー、すごい戦いだったな。大変だった、マジで。いや、でも勝利したね。勝利した、ね、やったよ。ね、ま、月でかくね、見て。お、空綺麗なんだよ。すごい、わー、見てけえ。大自然、なんかちょっとエモい、エモい、エモい、エモすぎる。よし、大量が回復した。はぁ、寝れやす、はいと、よし、ケラチン、ケラチンと、おわがめっちゃ100。おお、皮はね、集まったね。集まった。あとケラチン、あとケラチン、三葉虫祭り、祭りだ、祭りだ。あと29個で29か、結構あれだな。よいしょ、弱いカメがね、いればいけそうだね。亀、死闘すぎる。本当に大変だった亀狩り。あいつめちゃくちゃ強いんだよ。あいつやばすぎる、ガチで。
いしょ。なんかちょっと煙いね。なんか思いました。火災が。そりゃそうだ。火災の香りが。火災なのかな。3個もあればね。あったかいよ。だって普通ちょっと出たら寒いもんね、ここね。あ、ちょっと寒い寒い。すぐ凍っちゃう。いや、こんぐらいの方がいいわ。あったけー、あったけーよー。お肉、食べねば。そうだよ、食べねば。生きねば。生きねば。生きることに風邪たけぬ。よし。生きねば。生きねばねば。よし、お肉を食べ。空に憧れて。よし。空を。よし。もう夜だからでも動けないっすね、うん、寒いね。確かに洋服を、そろそろ洋服を着る文化を。確かに、なんで着ていったそうだ、服着てないわ。なんで着てないの。普通に下着が服だと思っていた、うん。まあ、今のレベルだったら、革のブーツとか。やったー、革の文化に行けるかな。行っちゃおうかな。川、川。でも先生、川がないよ。あ、ここにね、サドル分だけ一旦確保できれば。うん、やったー。いいかな。230だから開放しとこう。200。はい、マックさんしてお願いします。はい、よいしょ。これを、わあ、すげえ。この230を取っといて、うん、はい、こっちに入れるわ。なるほど、これは取る場、取っとく分で、うん。で、これは OK。 はいはい、かわってください。はい、取って、よっしゃ。これ一回取って半分とかにして、あ、うん、分け分け、スタックを分ける。半分、夜明けが来たぜよ。よーっ、半分、はい、よし。じゃあちょっと入れていきます。ください。めっちゃ使うのかな。それ4等分に1回しといて、うん、あ、でもね、全部2人で使って大丈夫。ありがとう。これ、あ、挟まっちゃうのか。せっかく支度しちゃったけど、分けたけど、あ、あれ、無キロではね、あんまり着ないから。そうなの。そういう、うん、かっけえ。じゃあスバルも着ない。キロキロ。いいのかい、寒いぜ。やっぱりスバルはアキ先輩と共に。確かに、そうだ。やっぱり着ない。ここまで来たら確かに、アキ先輩といえば、ムキロゼといえばモザイクよって言われてる。修羅の道を行くというのかね。確かに。行きます、行きます、行きます。もう弟子なんでね。確かにの。パンツ履いてるしな。大丈夫大丈夫、パンツあればいいおしとするか。はい、はい。なんかすげえ勢いで秋先輩食ってる。バンバン早い。すごいよ。よっしゃ、あともうちょっとね、取りたいな。ケラチンキッチン。そうだね、ケラチンキッチン、ケラチンキッチン。さっきなんか虫が、なんかアリみたいのがさ、そう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 、なんかあの辺で、あの虫と三葉虫がいればすぐ集まりそう。確かに。あれ、ちょっと食べ物、みんなどこ行った？うん、しばらく食べ物取り戻ってる、うん、あ、なるほど。で、うん、さっき虫いたとこをちょっと偵察に行ってくる。オッケー。はーい、じゃ虫いたとこに向かいます。はい、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 はい。ここら辺か。ここにこうして半分、あ、半分にして、あ、あ、だだだ、あ、あ、あどこから出てるんだ。あ、あ、あ、なんだこれ。あ、三葉虫いた、いた、いた、いた。じゃあやった、逃がさない。結構草っぱらにいるんだ。いたね、いた、いた。虫もいる、虫、虫もいる。ちょ、同時に来るな。スバルも行く。おいしょ、おいしょ。近い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 、行くぜ。
やばい、みんなどこにいるんだ。強い、この虫強い。やったやった、やったやった、やった。バグがナイス。よし、骨折している。サインの虫がどっか行って。あ、虫で骨折ってどういうこと。虫で骨折すんの、やば。痛いな、食べ物届けに来たぞ。大丈夫か。いや、まず、ちょっと待って、男子今骨折してから、このおい、こっち、オッケー、任せろ。クソ元気、オーブラスバーン、オルエーよしよし、いいじゃん。ありがとう。クソ元気だ。よっしゃ、クソ元気、クソ元気。食べ物いるの、エル。あー、でもちょっと欲しいかもしれん。はい、あれば。サイン幼虫がいた。はい、どうぞ。ありがとう。あー、見る。サイン幼虫足早いな。サイン幼虫サササササササってどっか行く。早い。あいつら早すぎる。よいしょ、陸に。お、逃がすな。いけ、いくぞ。あ、いいね、いいね。斧持ってきてない。あ、斧持ってる。ほんと？おら、あ、しゃがんでね、いけるかも。あ、いけ。あ、なあ、全然取れねえ。なんだこれ。あ、エキサイトうんちしちゃった、ちょっと。いや、たった。あ、めっちゃ取れる。マジで？めっちゃ取れる、すげえ。やったー、やった。何個？え、これだけでさ、90個ぐらい取れたよ。マジ？苦労は何だったんだ。確かに、サゲの数がよかった。カメなんて体くて無駄だったよ。サイン幼虫が全てを解決してくれたんだ。やったー。サイン幼虫もう、もう一匹落ちてないかな、サイン幼虫。もう一匹いるかな。海の中いそうだけどな。ちょっと泣き入っちゃう。もう、秋先輩、欲が、サイン幼虫への欲が。いや、ちょっと見ちゃったらね、90個もくれるなら。確かに。いや、いないか。一旦戻るか。ここはね、ここら辺。よし。さすがにこの辺で見たら一匹だけだしな。そっか。じゃあそれだったのか。よいしょ。あ、でも、あ、でもサメの近くになんか、あ、でもあれ魚か。ぬぬぬ。魚のような、三葉虫のような。ね。よし。三葉虫いねえな。いないね。でまた出てくるかもしれないしね、突然に、うん、確かに、生まれで入れる、神の力により。神よ、生まれ入れてくれ。かっちょいい。よし、じゃあこれサドル1個、うん、作れるってことっすね。そうだ、やったー、イエーイ、やったー。さらにベッドもね、いっぱい作れるよ。やったぜ。 そしてパッとあの塔に行って、あの塔にベッドを置く。おー、いいね。素晴らしいっす。よし、よし。え、あの塔めっちゃ気になるな、マジでね。行ってみたい、うん、プテラ3匹3匹取りたいな。え、うん、次の時さ、プテラ3匹取ろうよ。あ、いいね、取りたい、ね、そうだね。いや、なんかアークってさ、なんかも目的っていうかさ、いろいろつながるからいいよね。そう、目標がいっぱいできる。めっちゃわかる。うむうむ、すげーよ。うむうむ、わ、すごい、後方で腕組んでうなずいてる。むきろず先輩、むきろず先輩、いい、これがアークでいけるってことだ。楽しいよ、アーク。楽しい。よしよしよし、よっしゃ。そしたら、じゃあ川とキッチンケラチンで、うん、赤いサドルをちょっと作っちゃうね。はい、おーい、おい、ここだけ取る。繊維、繊維、よいしょ。飛んでるところ見たい。ムノスで、ムノスで飛ぶんだ、ね。え、ここってあれいないんすか、あのクリスタルアイズにいて、あのなんかキラキラした恐竜みたいなやつ。クリスタルワイバーンのことかな。そう、それはね、いないんだよね。いないんだ、いないんだ。でも、なるほどね。いや、でもね、もう絶対に欲しいやつがいて。なんてやつ。何、新恐竜がね、いっぱい、まあ、4匹ぐらいいるのかな。そうなんだ、欲しい子いんだ。超捕まえに行きたいか
からそれももうちょっとね強くなって確かに、うん、行こう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 夢が広がるななあやりたいことが増えるなつながっていくなよいしょつながっていくおおかっちょいいムノスムノスかっちょいいよし乗っちゃってよスバルちゃんえアキ先輩乗ってくださいよやっぱ最初は乗って乗って2人とも最初はアキ先輩じゃちょっと市場をね安全かどうか確かめるわやった行ってくだせーやったすげえ！イエーイ！まびつい！いいぞー！乗れるも乗れるも！大丈夫乗るぞ！えっ！すげえ！うわ！え？どうやって？あれあれあれ乗れる？スペースキーでね食べる。あれ乗れるお前。スペースキーで、あれ？あれめっちゃ重いんじゃない あ、重い女だったそうなんだよえ、じゃあスバル先輩任せろ飛んでくださいこれでいいうわーすげー飛んでおるこれがこうやった飛ぶということこれるのいいねやったーやったねちょっとこうやっぱ一回飛ぶともうね飛ばずにはいられないんだよないやー、ね、そうだよ行動が広がるからね確かにやったぜ嬉しいやったやったすげーおっしゃーちょっと大事なものを大事なものだけ置いてあ、うん川大事なもの川が意外とも全部あ、あるあるあるベッドをあ、うん、もう追加でちょっと3個作ろうよいしょオッケー団員さんを入れとこううん団員さん収納大事だからね確かに入れといてとあ、ベッドあー、川川ってめっちゃ使うね川やばいやっぱ川やばいね最初の頃川やばかった川とケラチンそうだよね、うん、最終的に余るんだけどね確かに本当にくそーまあ道中で勝っていくしかないか確かに、うん、よしじゃあお肉をまた持って冒険と行きますかねオッケーおいよっしゃあ間違えた帰りましょうよし大事なもんを置いてキッチンケラチンも置いてキッチンケラチンいいね、言葉にしたいこれを言葉にして言いたい日本語言葉にしたいキチンケラチンお肉を焼くあーなんかこれなんだ原油手に入れてるあそうそういいじゃんうわ原油とかなんかあったなそんなのもありましたねそう原油があるとまたねガソリンとか作れるし機械工場になるんだ文明の匂いがする文明を感じるぜするでしょよっしゃー原油懐かしい取りに行ってたでもその原油のある場所がクソ危なくてみたいなあ、そう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 、なんか全然取れなくてみたいな懐かしいだいたい危険なとこにあるからね確かによいしょ、うん、よいしょあと武器とうんはいお肉とアイチンうんお肉も余分なやつは入れとこなんか、あ、このハートのこれが団員さんだったのかあ、それ団員さんだよなんだこのハートのクッションでずっと思ってた団員さんだった団員さんなんだよ、ペットはいペットペットよしペットかキッチン入れたでうんはいじゃあこれスバルちゃんちょっと乗ってさオッケー襲ってきたらガブガブしてほしいマジお願いしますうんオッケーよし、ガブガブは左クリックね。はい、わかりました、はい。よし、じゃあ我らは槍を持っていくか。行きますか。行きましょう。行きます。目指せ。行くぞー。謎の遺跡の塔。行くぜー。行け行け。スバルが守るぜ。守ってくれ。スバルが守るんだ。いいね、守護神。守護神だ。いいねー。任せてくれ。めっちゃ
めっちゃ羽が痛いですけど。あ、辛い。あ、辛い。ちょっとどれぐらいで飛べばいいんかなと思って。調整中ね。調整してます、調整。ちょっと木がやばい、木が。木やばいね。木やばいね。木で何も見えんまである。よし。マジか。この先、左方向にあのワンキルドされたでかいやついます。ね、こいつはスルーだ。こいつはスルー、ね。無視していきましょう。無視していこう。やばい、めっちゃ追いかけられてる。やべ。あ、みんな、ついてこれてるか。うん。うん。あ、やべ。おお。これがリストラおじさんも。ねえ。おじさんいた。あ、よし。あれ、みんないる？いや、いない。あれみんなー、森の中。スバルもリストラおじさん。あ、ここに。カメいるね。カメいるね。カメどこ？60。やばい。ノエルちゃんちょっとあんまり。オッケー。あの先にね、テリジノっていうめっちゃあいつもワンパンぐらいしてくるやつがいる。やばい。肉食？いや、草食なんだけど強い。あ、じゃあちょっと気をつけていく。え、ね、狙ってくるの？あ、痛い痛い痛い。しなきゃ。いた、大丈夫なのでは？あ、見つけた、うん、あ、いる？あ、来た来た来た。ちょっと、あの、気づかれないように。あ、はい、気づかれないように、はい、うんうん、いきます。うんうん、あの、左のやつ。そう、あいつ歩き方がプロ。飽きてんない。ステルスゲーしてる一人だけ。いや、ステルスゲーしてる。さすがなんだよ。本当に上手すぎる。全然やるかやられるかだからな。確かに。よしよし。あんなパッと見て恐竜の種類わかんないっすよ。よしよし、いいぞ。光ってる、すげえ。なんかいる。こいつは大丈夫かな。手を出さなければ。はいはい。あ、これはね、そう、神からの支給品。神を。そうなんだけど、レベルがね、あの、開くのに必要なレベルがあって。なるほど。うわあ、びっくりした。あ、やば、ちっちゃいのが。ちっちゃいのいる。おれ、待ってて。カメカメ。お、ムノス最強。おれ、ムノス。いけ、ムノス。ムノスの力。どこにいるかよくわかってない。大丈夫、キルした。おっしゃ、キルした、イエーイ。よし、いいぞ。よし。そうで、今のはね、そう、支給品なんだけど、レベルが達してるないと、まあ、開けないものもある。ある、なるほどね。うん、おいし。このまま、うん、ちょっと一回飛んで方向見るか。うん、助かる。はい。あ、いろんな生物がいて、動物園みたいな気持ちになってきた。確かに。ここに私の方角で合ってるけど、うん、やばい、これ登れないかも。お、あー、崖の上にある。あー、なにー、もしかしたら反対側からなんか陸路で登れそうなとこがある、うん、あるよね、きっと。じゃ、回ればいい感じ。いや、逆側、いや、でもね、こっち側から多分行けないな。どっちだろう。なんか、うん、これ多分ぐるっと回って逆側に一回拠点作るぐらいまで、うん、こっから逆に行けるんかな。あ、こ、あれだね、見えた見えた。うん、おお、なんかね、多分この岩登れないから。うん、あ、でもなんかさ、コメントでムノスが人を掴んで運べるみたいな。あ、マジ？うん、書いてるけど、マジ？プテラ行けるんか？プテラ掴めたっけ？やばい、みんなの場所がわからんなった。あ、じゃあちょっと海側の方に一回。オーケー。よいしょ。はい、うん、海側こっちかな、うん、こっちこっち。それめっちゃすごくね。いいね、やっぱムノス最強。ムノス最強だ、ね、お、眩しい。やばい、あいつがいる。どうだ、ゲボハキ太郎が。ゲボハキ太郎、ゲボハキ太郎。なに、今ね、浜辺の方にいる。あ、いるね、うん、いや、ビエ。大丈夫か。弱い弱い、大丈夫だ。ほら、あ、15か。うん、15ならな。もう全然よ。みんながもうレベルでバトルするようになってしまった。すごすぎる成長が。
よし、じゃあ一回着地してもらって、うん、はい、よいしょ、砂浜におります。うん、はい、どこだ砂浜のね、ところよ、うん、あれ、あ、あっちか、あん、こ、あ、違う木だ、あ、違う木、あれえ、向きの攻め、これ 見えなかった、この木、見えた見えた、ちょっと怖かったね、あれ、つまるじゃないよ、それあれ、みんな、あ、あれ、どこだ、あの、山陽中飼ってたとこだよ、え、逆、逆だよ、逆だ、逆の、うんうん、浜辺というか、めっちゃ塔の近くのね、崖の下にいる、あ、そっちか、そうそう、オッケー、そっち、逆か、オッケー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 、うん、あ、プテラが、えいよ、あ、何レベルだろう、レベルチェックだ、レベルチェック、アンチチェックみたいに、あ、55、まあ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 、あ、いいね、なるほどね、うーん、55か、でも100レベル近いも見てる、ね、崖の近くの海辺ってこと、そう、ね、そうそうそう、もう目の前の海、まあ、捕まえてもいい、あ、痛い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 、確かに、コンボで、オッケー、これで右クリックで掴む、お、じゃ一回飛びながらこう通過するときに、うん、右クリックで掴めるから、あ、やべやべー、ブラス帰ってこい、オッケー、あ、やだ、アキ先輩それどうやってやるんだっけ、これね、T ボタンを T 長押しでいろいろ出てくる命令が、 あ、そうだそうだ、うん、これで飛びながら右クリック、右クリック、右クリック、なかなか難しいよね、あれ、これ左か、お、あ、来た、おー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 、ダメだ、重すぎて動けないなダメだ、重すぎる、重いか、お、運べる、あ、ノエルだけだ、いや、ダメだ、うん、重すぎる、これあ、じゃあさ、ここのプテラちょっとテイムして荷物を入れにしよう、オッケー、うん、よし、お、ボールを投げる、ダメだ、あまりにも重い、あ、投げた投げた、ありがとう、よしよし、殴れ、殴れ、おらやべ、ちょっと待って、うん、殴るも、コンボ、おらおらおら、素手でいいや、おらおら、素手でいいや、おら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 、やべ、やるぞやるぞやるぞやばい、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、大丈夫、よし、生肉入れるね、オッケー、大丈夫だからね大丈夫だ大丈夫だからねこんなに殴ったけど悪いことしないよ、大丈夫だよ、良き悪いようにはしないよ、確かに同族の前で同族殴るのエグすぎるって言われたえぐいね、確かにムノスの重量もちょっと上げとくね、はい、助かります、はい、よいしょ、コンボ、よいしょ、こっちだ、よいしょよいしょ、ここじゃない、これね、うん、うん、じゃあ偵察してこようかな、うん、偵察してくる、うん、いってらっしゃい、これ先にベッドとか運んだ方がいい説あります？あ、そうだね、ちょっと今ベッド2個、よし、これで2個だ、はい、くれたから、ネスマルが木凝って、うんうん、よし、よし、これ、これベッド2個あるから、はい、わかる、あ、でも土台がね、ないから土台も作るか、土台、スマル作れるかな、土台、藁の土台、あ、じゃ木1個ある、木の土台、これあげる、これ、これも持ってもらったら、これ持ってこの上に2つやればいいんですね、うん、そう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 、オッケー、いってらっしゃい、いってきます、頼もしいね、頼もしい、イエ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 イ待っていった、オッケー、わすげえ、ここ見えてる、うん、行って早く、来い来い、わすごい、入り口、うわすげえ、クソ楽しそう、ワクワクしてきた、いいね、これじゃあここに外に設置しますね、うん、はい、
この辺に。よっ。よし、そういえば2匹目の名前どうしようか、この子。あ、そうだね。何するか。何がいいかな。ムノスの次。うお、おお、来た、ティーム。ムノス。し。し、あ。しやお、お、お、お。おしや、おしや。おしや。おしや。ちょっとズバルネーミングセンスないからダメだ。誰か名付けてくれ。あ、アノス。アノス、アノス。アノス。あ、アノス、なるほど。おしや。いや、アノスいいっすね。じゃあ、アノスにするか。うん、ムノスとアノス。はい、いいね、ツインツイン。いいぞ。ツインいいね。おー。じゃあ、この、プテに、ちょっと重いものとか。お、荷物を入れて。よいしょー。重いやつ、じゅんじゅん。置いてきたよー。おー。あれどこ行った？さっきのとこ。いた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 。ああ、じゃあこれでちょっと荷物入れさせてくれ、座ってくれ。ちょっと待って。あ、ちょっと待ってね。座れー。さすがや、秋先輩。寝てなつけている。すごすぎる。いい子や。待てー。はい、待てー。全然全然プラス。あ、来た来た。よし。でまだ手入れしたばっかりだからね。はい、ちょっとまだ慣れてない環境に、うん、重いもの全部入れて置きましてと。この辺だな。あとこれ、え、パパパーって入れるのって何キーだっけ。ね、T かな。選んで選択して T。 ほんとだ。うん、スカル TT。 はい、 TTTT。 めっちゃ重いね。え、もうそいつ飛べないんじゃないの。飛べない。飛べないんじゃないか、そいつ。ちょっと、ちょっと石とか捨てるか。確かに。石と木を捨てて。よし。もし全部、全部入れちゃう。大丈夫。それでじゃあ、はい。掴むのやってみる？うん。うん。うん、じゃあ、ノエルちゃんを、スバルちゃんが掴んで。お願いします。はい、オッケー、任せろ。やったー。あ、やべ、ごめん。痛いよ。ごめん。痛いよ。よっしゃー。飛べるか。ダメだ、重すぎる。ノエル、お前、重量が。嘘。え、スバルちゃんが重いかもしれん。56だよ。その説、やばい、雨も降ってきた。ちょっと。団長、56だから、軽いはず。スバルもでも荷物全然ないけどな。お肉が重かったんかな。で、これを…やばい、雷が羅生門に。ちょっと…羅生門…で、これで…スバルちゃんの軽くしてもろて…おっと、やべ、石を捨てるか。そうだね、石とか捨てよう。うんうんうん。これで…オッケー。うん、オッケー。これでいけそうなのでは。待つぜ。あれ、あ、よっしゃ。お、いけそう。お、いける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 。運びます。行ってこい。はい。うわー、すごいよ。神々しすぎる。なんだこの光景。神々しいぜ。やったー。お、ここか。すげー。ありがとう。はい。じゃあ今度はムキロズ先輩。おぉ、来てくれ。来てくれ。ね、え、ワクワクする。なんじゃこのトーン。そこすごない？すげえ。どんなかな。よし。ルンルン。よし、これで。うん。あれ、やべ、なんか飛べなくなった。スタミナがないとか。あ、大丈夫そうだ。そうだ、スタミナがないとかあった。そうそう、一回着地して置けば。足がすくむ。はい、うん、大丈夫だと思う。これこうして、アキ先輩を、うんうん、キャッチ。キャッチ。キャッチできれ。
マキロゼの体を掴んでくれ。うわ、怖い怖い。音やべえ、雷の。雷の音怖い派ですか？怖い。あら、あれ、アキ先輩、なんかこれ、アノスが。アノスが邪魔してんのか、ちょっと待ってね。一回着地して。スタミナ全然回復してないらしい。あれ、これどこ見ればいいんでしたっけ？あ、上のこれか。オッケー。うん、大丈夫、大丈夫。待ってるぞー。はい。あ、ここがベッドか。オッケー、イエーイ、おお、マイルマイル、アノス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 、ちょっと一回アノスに近づいてもらって少し、オッケー、よ、アノス来い、お前休んでる暇じゃないぞ、よし、オッケー、オッケー、オッケー、くるくる、オッケー、行くぜ、やったー、頑張れー。これ雨だと雷必中とかないですよね。大丈夫大丈夫。ないですよね。ポケモンかな。ポケモンの。来たー。じゃあ来た来た。おかえり。来たー。おお。いやー。ちょっと景色見よう。あ、ここにベッドが。ある。いい景色。いい音やべえマジで。いいぞ。え、ちょっとなんか、ここ拠点にしたらいいかもしれないですね。ね、なんかかっこいい、ね。目印にもなるしね。確かに、ここ攻略してここ拠点にしたい。お、いいじゃん。うん。え、ちょっと見た、なんか。ちょっとだけ見た。ちょこっと行ってみる。ちょっとだけ行きます。ちょっとだけ。ちょっとだけ行く。入り口だけ。入り口だけね。追従を切って。肉たん雷の音すげえ。いや、リアルだね。うーん、始まりを意味してるんだこの音が。なるほど。うわー、すげえ、色やべえ。ちらっ、お邪魔します。ちらっ、あ、雨が止んだ。どうなってんだ。下と上があるけど、どっちから行く。下から行く。え、こっち下じゃないかも。お、あ、いろいろあるのかな。おお、下ある、下ある、こっち下ある。うわ、下あるね。一応槍だけ持っとく。ちらっと見に行きます。ちらっとね。雲の巣やばい。うわー、楽しい。なんだここは。なんだここは。だからいっぱいか。うわ、なんも今は。あ、そうだね、樽とかあって、松明も待って、この奥の緑やばい。気をつけて。え、なんかやばい、ここ多分やばい。なんか毒々しいね。あ、ここは多分洞窟だな。あ、洞窟なんだ。か、洞窟だな。あ、いっぱい。ちょっとチラッとね。チラら。チラ。え、色味が。でもなんか今のとこ何も出てこないけど。ここ絶対次探検しよう。やばいやばい。え、道が二手に分かれてた。え、絶対みんなで探検しようよ、ここ。ここ拠点にしようよ。ね、いいね、いいね、いいね、広いし。ここに住むか。ここに住もう。めっちゃ楽しそう。いいね、ワクワクしてきた。ねえ、ワクワクだよ。こっちは上か。多分洞窟じゃないから、なんか光ってる、してる、イルミネーションやん。ほんとだ。わ、すごい。なんか住んでたっぽい感じのが。ほんとだ。進撃の巨人で見た、こんなの。すげえ。あ、施錠がいけないんだ。ここから上はダメだね。なんでこれパワープレイで壊すとかじゃなくて。いや、わかんない。どうなの。後々これ開けれんのかな。鍵拾ってこなきゃいけないの。壁壊して穴開けて入ろう。パワーだ。パワープレイすぎる。パワーだ。まじ、最初ね、ここ目印になるかもしれないし、あとね、この洞窟多分素材とかがね、結構取れて序盤はいいかもしれない。すごい楽しそう。いいねー、いいねー。次いつやる、いつやる。いつやるかー。やる、すぐやりたいね。すぐやりたい。でも全然様子見でさ、いろんなところを冒険したりとか、なんかね、作ったりして、
全然確かに大丈夫だから、みんなアークに連れてやっていこう、生活していくんだ。うん、わかった。はい、じゃあ今日のミッション無事クリアということで、やったー、やったー、やったー。じゃあまたね、こっからマホロアークが盛り上がって、うん、みんながねちょこっとずつやってくれたらいいなと思ってるので、楽しんでやるぞー、やるぞー、イエーイ、よし、じゃあ楽しみだ、楽しみだ、楽しみ、みんなもよろしくね、お願いします、お願いします。はい、それじゃあ今日はこの辺で、はい、うん、